潰れかけのパン屋なんかさっさとやめちゃえよ。またお前か。この土地は売らないし、パン屋もやめないぞ。いいか、俺は同級生として不動産のプロとして最善の提案をしてあげてるんだ。今売れば結構な金になるぜ。必要ない。金に困ってるんだろ。客なんかいねえし、パン食ったけど死ぬほどまずかったぞ。お前の口に合わなくても、親父から引き継いだあの味が好きだっていう人もいるんだ。でもその常連ですら離れていったんだろ。 SNS でパンに虫が入ってたっていうデマを投稿するやつがいてな。まあ誰の仕業かは大体想像がつくが。え、もしかして俺のこと疑ってる？やだな。お友達が困るようなことをするわけないじゃん。俺は必ずこの店を立て直してみせる。そのためにできることは美味しいパンを作り続けることなんだ。頼むから邪魔しないでくれ。俺の邪魔もしないでくれないかな。どうしてもその土地を欲しがってる人がいるんだよ。頼むから売ってくれよ。しつこいぞ。何度も断っただろ。俺の客もなかなか頑固な人でね、諦める気配がないんだ。悪いが他を当たってくれ。売れもしない虫まみれのパン屋なんかよりもっと素敵なお店ができた方が住民のためだと思わないか？駅前は十分開発されてるのに、こんな町外れの土地を狙う意図がわからない。お前は理解しなくていいの。とにかくこれ以上ごねるとお前にとって良くないことが起きる。それ脅してんのか？ちげえよ。中学時代の友人としての忠告。もう店には来ないでくれ。また顔出すわ。パンは食わないけどな。3日後。あれあれあれ、やばいの見ちゃった。あんなことしていいのかな。何がだよ。小さい女の子が店の前で倒れてたよね。あれ7歳くらいだよな。お前見てたのか。うん、向かいの道路に車止めてた。だったらなんですぐに助けなかった。だって二度と来るなって言われたし。時と場合によるだろ。でも店の中に引きずり込むのはまずかったんじゃないの？は？ぐったりしてたから抱きかかえて椅子に座らせただけだぞ。見る人によってはそう見えないかもしれないよね。あれ、もしかしてそういう趣味？なんでそんな風にしか物事を捉えられないんだ。今のご時世そういうのに厳しい人が多いから気をつけた方がいいよ。俺はやましいことなんて何一つしてない。一応動画撮っといたけど、これが流出すると超ヤバいパン屋として有名になっちゃうかもな。お前で、女の子はどうなったんだ？ママに電話してって言うからさっき連絡したところだ。警察は？母親と話した時にすぐに行くから警察は呼ばないでくださいって言われたから通報はしてない。はい、確定。何が？お前は犯罪者だ。は？そのパン屋の中にはそういう子が何人もいるんだろ。こりゃやべえことになるぞ。そんなわけないだろ。記事でもこねさせてんのか。キッズに労働させちゃいけないんだぞ。お前いい加減にしろよ。どれだけの人数を連れ込んだ？普段からパンを餌にこんなことばっかしてんのか？見てたならわかるだろ。あんな小さな子が倒れてたんだぞ。助ける以外の選択肢があるか。俺なら触らずに警察呼ぶね。それは確かにそうだったかもしれない。誤解されるようなことをしたのは反省してる。ただお腹空いたって小さな声で泣くんだ。せめて何か食べさせてやりたいって思うのもダメか。アウトだな。虫入りのパンなんか食わせたらそれこそ親が黙ってないぞ。もし何か問題があれば償うよ。俺はあの瞬間自分が最善だと思うことをしただけだから。虫の混入に続いて犯罪パン屋か。次はどれくらいバズるでしょうか。まさか SNS に投稿なんてしてないよな。ん？何のこと？いや、さっき動画撮ったって言ってたから。俺が何を投稿しようとお前には関係なくね。もういい、好きにしろ。もしも家庭の話だけど、今回の動画が拡散されたらお前もパン屋も今度こそ終わるだろうな。
汚い手を使うんだな。え、何のことかな。もしそうなれば、今の俺にはお前を訴える余力もないし、もしまた炎上してしまったら、今度こそ店を畳むしかなさそうだ。やっとその気になってくれたか。ただ今年いっぱいは粘ってみるよ。お前も往生際の悪い男だな。仮に廃業することになったとしても、お前にだけは売らないけどな。なんだと、ざけんなよてめえ。本当に不動産屋なのか、チンピラみたいだな。黙れ、マジで覚えてろよ。どうなっても知らねえぞ。好きにしろ。もう言われのない誹謗中傷には疲れたよ。じゃあな。1ヶ月後。先日は娘が大変お世話になりありがとうございました。ああ、あの時のアミちゃんは大丈夫ですか。はい、すっかり元気になりました。いろいろとありまして、ご挨拶が遅くなり申し訳ございません。 LINE は先ほど伺った弁護士に聞きました。そのことで僕も連絡しようと思っていたところでした。あなたの代理人である弁護士が1ヶ月前に店の前にいる女の子にパンを無料であげましたよねって聞いてきたので、そうだと答えたんです。はい。そしたら、あなたのお店は営業停止になりますって言われたんですが。残念ながらそうなります。アミちゃんがパンを食べて食中毒になったというのは本当なんでしょうか。一応そういうことになってます。僕は良かれと思って助けただけなのに、どうして。しかも1ヶ月も経って食中毒だったとか言われても納得がいきません。申し訳ありません。こうするしかないんです。娘さんを助けたのが良くなかったってことですか。そのことで怒ってるんだったら謝ります。余計なことをしてすみませんでした。そうじゃないんです。でも一言だけ言わせてください。あんな小さい子がお腹を空かせた状態で倒れてるなんておかしいですよ。僕は真っ先に親は何してるんだって思いましたけどね。おっしゃる通りです。全ては私の責任です。それに警察を呼ぶなと言ったのもおかしいと思ってました。ご自身の保身のためではないんですか。親の責任を問われるのが嫌だったのでは。そう思われても仕方のないことですね。さっきからはぐらかしてばかりですね。申し訳ございません。自分の同級生がこの土地を狙ってるんです。もしかして鬼木の仲間ですか。娘さんを使って仕組んだなんてことありませんよね。違います。営業停止なんてことになれば、ただでさえ少ない売り上げがゼロになります。税金や固定資産税の支払いもあるっていうのに。あの、来週には全てお話しできるので一度お会いできませんか。今さらって何を話すって言うんです。あなた方は僕を犯罪者扱いして店を奪おうとしてるんでしょ。今から説明するには時間が足りませんし、少し込み入った話になりますので、直接会ってお話がしたいんです。そんなこと言われても何が何だかわからないのに。会うのは怖いですよ。来週の水曜20時にお迎えに上がります。黒いベンツが来るので私を信じて乗ってくださいませんか。嫌ですよ。何されるか分かったもんじゃない。でしたら娘を同行させます。まだ子供を出しに使うんですか。あの子も会いたがってるんです。信じてください。娘の命に誓ってあなたに危害は加えないとお約束します。でも私を疑うのでしたらネットで調べてください。会社もいくつかやってるので検索すれば名前と顔が出てくるはずです。もし私が何かしたらすぐに公にしていただいて結構です。そこまでおっしゃるんでしたら。わかりました。20時ですね。よろしくお願いいたします。1週間後。長いこと店休んでるみたいだな。食中毒が出て保健所が入ったって聞いたけど。一応そういうことになってるが問題はない。意味わかんねえな。じゃあなんで休んでるんだよ。店を建て替えるからだよ。明日には取り壊す。あ？使える機材を倉庫に移したりするから忙しいんだ。いやいや、潰れかけの店にそんな金ないだろ。
金の無駄だからやめとけって。ほっといてくれ。ゆうた頼むよ、これ以上悪あがきしないで、おとなしくその土地を俺に売ってほしい。お願いします。急に態度が変わったな。そんなにピンチなのか。まあな、不動産屋の上司が厳しい人でさ。嘘つけよ、お前が恐れてるのはヤクザだろ。え、ここ最近いろいろありすぎて俺もまだ整理しきれてないが、どこから話そうかな。まずはお前とヤクザの関係から行こうか。なんでお前が知ってる、誰にも言ってないのに。お前は土地の所有者の弱みを握り、脅した挙句安く買い叩いて、会社を通さず連中に横流ししてた。そうだよな。おいおい、俺はサラリーマンだぞ、そんなことできるわけがない。そうか、じゃあ俺の店の土地を売ってほしかったのは会社の方針なんだな。当然だろ。お前の上司と言ってることが違うな。え、パン屋の土地何ですかそれって言ってたぞ。買ってから報告するつもりだったんだよ。そうか、まあいいや。前に俺が助けた女の子いただろ。ああ、1ヶ月前くらいに店の前で倒れてた子か。その子の母親秋山さんはここら辺一帯の土地を持つ地主の娘だったんだ。へえ。地主であるお父さんは相手がヤクザだろうと対等にやり合ってたそうだが、1年前に他界してしまった。そして娘さんが全てを相続した途端、やつらの態度が変わったらしい。まあ女なら舐められるし、容赦しない連中もいるだろうな。反社との付き合いは一切しないと、話し合いにすら応じない彼女に、業に足した連中は娘を連れ去って脅しをかけた。返してほしければ要求した土地を安く売れってな。え、そうだったのか。それがアミちゃんだ。あの子は賢い。怖かっただろうに、大人の監視をかいくぐって逃げてきたんだが、3日以上もの間食べ物を与えられてなかったらしい。そして偶然うちの前で力尽きていたってわけだ。そこまでやるなんてさすがにひどい話だな。連れ去ったのはお前の仲間だぞ。え、俺の土地を欲しがってるのとアミちゃんを連れ去ったのは同じ組織の人間なんだよ。俺はヤクザなんて知らないし無関係だ。本来なら会社を通して売買すべき土地を卑怯な手段で脅して安く買い上げヤクザに売る。そして奴らはフロント企業を使って高く売って利益を出す。そういう構造なんだろ。さあ、その利益の中からお前は報酬をもらってたはずだ。そこまで言うなら口座でも何でも調べろよ。調べられて困るのは口座なんかじゃないだろ。やばいのはクローゼットの中ってところか。なんで。振り込みなんて足のつく方法を取るわけがないからだよ。お前どうやって調べたんだ。秋山さんだよ、アミちゃんのお母さん。なんでその女は何もかも知ってるんだよ。弁護士や警察と連携してアミちゃんを連れ去った連中を調べているうちに分かったらしい。だったらなんで店の前で子供が倒れてた日、警察に連絡するなーなんて言ったんだ。俺が通報すれば何も知らない所轄の警察が動いてパトカーが来るし騒ぎになる。アミちゃんの連れ去りの件は彼女の将来に影響しないようマスコミにも伏せられ、警察の上層部が極秘で動いてたらしいんだ。さすが資産家、コネのレベルが違うな。でもそのこととお前の店を建て替えるのは別の話だろ。俺がお前の脅しに屈して近々パン屋を閉めようとしていることを知った秋山さんは弁護士をよこして食中毒で営業停止になったというポーズを取らせたんだ。何のために。何が何でもお前らにこの土地を買わせないためだよ。営業停止の間は保健所の目も光ってるし手出しはできない。パンも焼けないから虫を混入させることもできないし、悪評の広めようもないだろ。なるほど。でもどうしてそこまでして秋山って女はお前のパン屋を守ろうとするのか理解できない。アミちゃんがうちのパンしか食べないんだってよ。そんだけのために。だから潰れてもらっちゃ困るんだって言われた。
くだらねえ話だな。まあ、あとは勝手にしろ。とりあえず俺は手を引く。その土地もいらないし、あとは好きにパンを焼いてればいい。じゃあな。お前のお仲間たちはもうすでに捕まったそうだ。え？アミちゃんが保護されてから、この1ヶ月近くずっと逃げ回ってたらしいが、さすが日本の警察は優秀だよな。末端のお前はもう少し後だろうが、まあ、楽しみに待ってろ。なんで俺まで？共犯関係だからだよ。違う。俺はガキの件には絡んでないし知らなかった。土地の件だって俺は脅されてただけなんだ。でも金はもらってたんだろ？もらわないと怒られるんだよ。仕方なくもらってたってこと？じゃあ1円も使ってないんだな。それはあれば使っちゃうもんだろ。どこでいくら使ったかなんて調べればバレるぞ。お前終わったな。てかお前に改装する資金なんて出せないよな。自分こそ汚いことしてるんじゃないのか。秋山さんが全部費用は出すから建て替えてリニューアルしろって。は？娘のためとはいえそこまでやるか。嬉しい話なんだけど、アミちゃんはあの日食べたパンが忘れられないんだと。だから何が何でもパンを焼き続けてほしいって頭を下げられちゃってさ。だからって建て替えるとしたら数千万単位だぞ。俺もそう思うよ。だから融資にしてもらった。だったら返済の必要があるし金かけない方が得策だろ。秋山さんがこのボロい見た目ではいくら味が良くても客が入らないって。確かに清潔感があった方がパンも美味しそうに見えるもんな。お前はパン屋として再スタートできるからいいけど俺はどうなるんだ。知らねえよ。ただ人の店の評判を落として嘘の噂を拡散したことに関してはちゃんと責任取らせるから覚悟しておけよ。いやもうそれ良くない？俺捕まるかもしれないんだぜ。だから何？俺には関係ないんだけど。ここだけの話さ、今までも結構えげつないことしてきたんだよ。新婚夫婦が買った家を売らせるために嫁の浮気を捏造したりとか。最低だな。でも情報ありがとう。警察に言っとくわ。お前を信じて打ち明けたのに。俺ら元から友達でもなんでもないよな。ただ同じ年に生まれて同じクラスになっただけの他人が土地欲しさに絡んできただけじゃないか。冷たい。俺はたった一人の女の子が喜んでくれるならその味を守るために今後もパンを焼き続ける。お前の相手をしてる暇はない。俺これからどうなるんだろう。逮捕された方が安全だと思うけど。どういう意味？俺がアミちゃんを助けた時の動画拡散しただろ。うん、お前に致命傷を与えられると思ったから。それがあったせいで奴らは秋山さん親子に二度と手出しできなくなった。そうなの？子供に逃げられたなんてかなりの失態だよな。幹部にも相当怒られただろ。挽回するためにまたアミちゃんを連れ去ってもおかしくなかった。確かに。でもあんな動画が出回れば世間の注目は嫌でも集まるし下手に動けなくなる。警察の保護も当然あったが秋山さんにとっては逆にありがたかったってわけ。まあ俺は叩かれたけど今は誤解が解けたから問題なし。じゃあ俺は恨まれてるってこと？お礼参り楽しみだな。何それ、なんかくれるの？書いて字のごとくお前のせいで刑務所にぶち込まれた奴らが出所した後にお礼に来てくれるんだよ。どっちの意味のお礼だよ？あっちだな。わからないけど怖い。ゆうた助けてくれ。さて新しいパンのレシピ考えよっと。じゃな。ダメ、パンよりお礼頼むよ。お礼参りが怖すぎる。後日談。今回の件は秘密裏に処理され、アミちゃんの名前が世に出ることはありませんでしたが、幹部も含め10人以上が逮捕される事態となりました。当然鬼木もその中に含まれます。実家からは恥さらしいと感動され、不動産会社からはイメージを損ねたことと、本来得るはずの利益を失った後のことで賠償請求までされる始末。
出所後の楽しみはお礼参りだけじゃ物足りないと思ったので、俺からも名誉毀損と業務妨害の慰謝料請求をしました。1年後店は生まれ変わりました。従業員も雇って忙しい毎日を送っています。2年生になったアミちゃんは、大きくなったらここで働くのと僕らを笑わせてくれています。そんなアミちゃんの好物は明太フランスです。仕事帰りに白猫寿司の3万円特上コース買ってきて。え？寿司をつまみながらゲームしたいんだよな。そんな理由で？だからよろしく。夕食なら用意してあるから温めて食べてよ。俺は寿司が食べたいんだ。ごちゃごちゃ言わずに買ってこい。先週も白猫寿司だったけど、そんなのばかり食べていたらお金が持たないわ。大企業に勤めて稼いでるくせに。どっちにしても白猫寿司は通り過ぎてるよ。今から戻ると時間かかるし、勘弁して。今俺は寿司の口になってる。ちょっと戻るくらいいいだろ。私最近体調が良くなくて咳してるの聞いてたでしょ。知るか、お前のことなんか見ねえし。今週は残業が続いてるのに、家事も全部私がやってるから疲れてるの。今日は作り置きので我慢して。俺だって仕事で疲れているんだ。お前だけが大変なわけじゃねえよ。ゲームする時間があるんだから、食事温めるくらいしてくれてもいいんじゃない？家事はお前の方が得意だからやらせてあげてるんだ。それなのに文句言って甘えるな。なんなのその言い方。嫌なら離婚しようぜ。離婚。そこまでの必要ないでしょ。なら俺の言うことに逆らうな。意見を言ってるだけだよ。素直じゃない女は男に嫌われるぞ。いや、今さら恋しようと思ってないし。嫌だね。だから老けていくんだよ。結婚してるし、男の人に好かれようとする必要ないでしょ。旦那にくらい嫌われないようにしろよ。寿司を買えと言われたら文句言わずに買う。金を出せと言われたら出す。無理だから。諦めたらそこで試合終了だぞ。何それ。本ばっかり読んでたくせに兄への名言知らねえとはしらけるな。もうすぐ家に着くわ。バック。本当に疲れているんだって。ならこんなやりとり終わらせて買いに行けばよかっただろう。無駄な体力使うな。寄り道するのが無理なんだけど。可愛くない可愛くない。お前は昔からそうなんだよ。理屈っぽいんだわ。あなたが無茶苦茶なのよ。お寿司つまみながらゲームしたいの。そうじゃなきゃやだ。離婚する。子供が言うなら可愛げがあるけど、30歳男がこのセリフを吐いていると考えるとね。お寿司買わないんなら家に入れないから。フータ、ライン切ります。あ、ちょっと。私の名前はミオ。大手企業に勤める30歳の女です。大学時代から交際していた同級生のフータと25歳の時に結婚し、二人で暮らしています。フータは見ての通り亭主関白で、いい夫とは言えません。昔からいい加減な人で、勉強も真面目にせず、就職先も適当に決めていました。私は読書好きで真面目すぎるところがあり、男にあまり縁がありませんでした。自分は男性とどう話していいのかもよくわからなかったほどです。しかし性格が全然違うフータから告白して付き合い結婚するまでに、フータにはうんざりすることは多々あるものの、彼と別れたら一生独身。それが怖いのもあり、彼に従っていたのですが、私の体調などお構いなしに要求はエスカレートする一方でした。でもこの後とんでもない事件が起こり、私はある決断をするのです。1週間後。みっちゃん。え？うちのダメ嫁が出張でしばらく帰ってこないんだよ。たまにはうちで遊ばねえか？みっちゃんって？お前のことだろ、ミカ。ミカだからみっちゃんって呼んでるじゃん。何言ってんの？なるほど、そういうことか。どういうこと？いや、なんでもない。冗談だよ。だよな、びっくりしたわ。急に何を言うのかと思った。私最近仕事で疲れているから。居酒屋のバイトじゃん。若いのに週に数時間程度で疲れるなよ。俺のダメ読みみたいなこと言うなって。奥さんお疲れなの？仕事が忙しいとかほざいてるよ。大変そうね、奥さん。最近残業が多いみたい。まあ残業代いっぱい出るから、その金で遊びに行こうぜ。いいわねそれ。あとはあいつに嫌がらせしてるからな。その効果も出ているかも。何かしたの？あいつが音を上げて出ていくようにいびりまくっているんだよ。
家事に文句言ったりパシリにしまくったり。奥さんかわいそう。お前が早く追い出せって言ったんだろ。そうだったっけ。離婚せがむだけだと浮気を疑われそうだし、だから頑張って心を鬼にしてダメ嫁をいびってるんだぜ。慰謝料を避けるためか。心がお綺麗なあなたには苦行かもね。そういうこと。俺も気が乗らないけど、お前のためなら悪魔にでもなるぜ。奥さんは出て行きそうなの？それが全然。なんで出て行かないんだろう。あいつ昔から堅物で男に縁がなかったからな。俺と別れたら二度と結婚できないと思ってるらしくてしがみついてくるんだ。あらまあ。本の中の恋愛に憧れていてさ、大学時代に好きって言ったらコロッと落ちやがったよ。なるほど。初めて告白されたらしいし、体制がないから何も考えず OK したんだろうな。奥さん早まったね。あ、やっちゃったな。まあ、あいつがそういう性格なの分かっていたから告白してやったんだ。好きじゃなかったの？あんなもん本気にならねえよ。頭良くていい会社に就職して稼ぎそうだったからな。それで付き合ったんだ。いい会社に就職したからな。底辺企業だったらすぐ捨ててたよ。結婚までしなくてもよかったんじゃないの？夫婦になった方が扱いやすくて便利なんだよ。あいつの稼いだ金も使いやすくなるし。そうかもね。別れなくてもいいけど、君のためならあいつを捨ててもいい。私のために頑張ってくれて嬉しいわ。でもあそこまで粘られてムカつくんだよな。それは大変ね。気分悪いからストレス発散のために最近あいつの飯に汚物を入れてるんだよ。え？夕飯は作り置きしていることが多いんだよ。あの女が食べるのにはお水とか虫とか入れたりしてさ。そんなおぞましいことしてるの？嫁の最近の疲れは仕事だけじゃなく、俺のいびりや異物混入も影響してるんじゃねえかな。それはとんでもない蛮行をしてるのね。自分がされてたら藁人形を買ってくるレベルよ。てか異物混入の動画とかお前に送ってるじゃん。そうだっけ。ごめん、私バイトでしんどくてね。おいおい、そんな疲れているんなら俺が癒してやらないとな。それは楽しみね。嫁は出張に行ったからうちに泊まりにおいでよ。あいつ二度と帰ってこなきゃいいのにな。了解。あれ、どうしたの？ああ、そういうことか。うん、泊まることじゃなくて帰らないことに同意したと勘違いしたわ。私みっちゃんだよ。なんで帰ってほしくないのに了解なんて言うのよ。だよな、俺も疲れてるのかもしれんわ。仕事のしすぎ？いびりすぎたのかも。やめる気はないけどな。罰が当たるわよ。お前のためなら神様にも逆らうぜ。やー、今はかっこいい。そうだろ。ん？今は？私、用事思い出したから切るね。こんな時間にかよ。じゃあまた、縁があったらね。なんでやねん。一週間後。おい、ミオ、出張長すぎるじゃねえか。もう終わっているよ。ならさっさと帰ってこい。なんで？誰が飯を作るんだ。最近カップ麺しか食ってねえよ。高級寿司の出前取ればいいんじゃないの？そんな金あるか。お前クレカの口座に金入れてねえだろ。引き落としされてねえし、カードも使えなくなった。そうなんだ。誰も家事しねえから部屋はゴミだらけだし、服は汚れたままだから会社に着ていく服もない。自分でやればいいでしょ。家事はお前の役目だろ。家のことは嫁がやるって大昔から決まっているんだよ。日本の伝統を守れ。みっちゃんにやってもらったら？は？二度と帰ってこなきゃいいのにってみっちゃんに LINE してたじゃん。なんでそれを知ってるんだ？私の LINE 上にスクロールして見てみたら。わっ、もしかしてあの LINE お前に送っていたのか？最初はミオだからみっちゃんって呼んだのかと思ったよ。でも付き合った時からそんな呼ばれ方したことないし、それで察しちゃった。くそ、あやすな。まさかあれを本気だと思ってるのか。冗談だよ冗談。その言い訳は無理がありすぎるね。浮気なんかしてないから。私浮気なんて言ってないけど。何でもいいからすぐ帰ってこい。クレカ口座に送金しろ。あなたに贈るものは緑の紙しかないけど。まさかお前離婚する気か。家事できなくても署名くらいはできるでしょ。笑えねえよこんな冗談。冗談じゃないから笑わなくていいよ。くそはやめろ。嫌みったらしいわ。マジふざけんな。私真面目だけが取り柄のつまらない女なんですが、あと裁判所からも素敵なお便りが届くと思うよ。どういう意味だ？
あなたの有責での離婚だから慰謝料はいただかないとね。なんだって、そんなもん払えねえし払う気ねえよ。そう言うと思ったからお便り出すことにしたの。みっちゃんからももらう権利あるけど、取引したから彼女は1割引きの予定よ。どういうことだ。あなたたちがイチャイチャしてた証拠や異物混入の証拠をもらったの。どうやってミカに連絡取ったんだよ。彼女のアカウント探した後別アカ作ってね、俺フータだよって近づいたらお話ししてくれたわ。嘘だろ。慰謝料減額するのと引き換えに証拠をいただいたの。ミカ脅したのかよ、とんでもねえ女だな。向こうから慰謝料だけは勘弁してくださいって泣きついてきたんだよ。あとは私の言うことを全てを素直に聞いてくれたんだから。あの野郎、俺を売るなんていろんなもん買ってやったのに。元は私が稼いだお金でしょ。俺の給料からも少しは出しているわ。いずれ警察署からもお迎えも来るでしょうね。浮気なんかで警察が動くわけねえだろ。またまた、食事に異物混入してたでしょ。あれ傷害罪になるからね。大げさだろそんなの、ただのいたずらじゃないか。病院に行ったら体の中にゴミの破片見つかったし、極刑にしてほしいくらいなんだけどね。悪かったミオ、俺お前がいないとダメなんだ。いやいや、私と結婚したからさらにダメな男になったんでしょ。つまらない女の私と違ってあなたはモテる男だし、自分なんかいなくてもやっていける。慰謝料取られて刑務所デビューした俺に女なんて来るはずない。みっちゃんはもう無理だろうけど、他の女性なら大丈夫。頼む、俺とやり直そう。あなたが住んでいる部屋は私名義だから解約しておいた。1ヶ月以内に出ていかないと違約金取られるからね。住む家もなくなるのかよ。3食付きの塀の中の部屋に住めるから安心して。それ刑務所や。俺めくちゃくちゃ反省してる。お前がどれだけ大切な人か分かったんだ。へえ。心を入れ替えて頑張るから、もう一度一緒に暮らそうぜ。私はこれまで頑張りすぎたし、しばらく休みます。刑務所で分けありダンスと暮らしてください。シャバでお前と一緒に過ごしたい。塀の中には仲間がいっぱいいるから、彼らと作業を頑張ってください。やだやだやだ。じゃああとは私の弁護士とやり取りしてね。ミオ、後日談。フータは浮気だけでなく嫌がらせを日常的に行っていたため、慰謝料は高額に、異物混入が傷害罪となり、刑務所デビューが無事決まりました。会社はクビになり、300万円の慰謝料を支払えなかったので彼の親が立て替えてくれました。現在刑務所でいびられているフータは、1年の刑期を終えても親への多額の借金があるため、前科という肩書きを持ちながら厳しい生活を送ることになるでしょう。フータと別れて浮気相手は生活苦しく大変みたいです。私は会社の同僚と交際を始め、幸せに暮らしています。お姉ちゃん、娘の保育園からまだ来てないって電話があったんだけど。は？預かってもらって悪いんだけど、朝は9時までに登園させてってお願いしてたよね。娘より仕事を選んだやつが偉そうにしてんじゃないわ。プロジェクトリーダーかなんか知らないけどさ、私がめいの面倒を引き受けなきゃあんた出張に行けなかったのよ。あ、ごめん、別に責めてるつもりはなくて。あんたの旦那も昨日は休み取れたくせに、なんで今日は無理だったの？大事な会議があるからどうしても行かなきゃダメだったみたい。あんたらの代わりにお世話してやってんだからありがたく思いなさいよ。気に障ったなら謝る。ただ何かあったのかなって。別に、ちょっと出かけることになっただけ。どこに？遊園地に連れてきてあげてるの。それは突然だね。友達にもらった入場券が今日までだったから行かないともったいないでしょ。ユキと二人？ううん、もう一人、その友達も一緒。なんか気を使わせちゃったな。気にしないで。ほら、私結婚して2年になるのになかなか子供できないじゃん。だからこういうの憧れてたんだ。お姉ちゃん、それに後からあんたにがっぽり請求させてもらうし。え、お世話代の1万円はもう渡してるよね。全然足りない。あ、そっか。出張からは明日戻ってくるんだよね。そうだよ。いくらくらいになりそう？10万。そんなに？遊園地で食べるご飯って高いのよ。それにしてもじゃない？ゆきちゃんも楽しそうにしてるんだからいいじゃん。
仕事が忙しくてなかなか遠出もできないからありがたいけど、キャリアウーマンでバリバリ働いてるんだし、旦那も大手企業に勤めてんだからお金なんかたくさんあるでしょ。別にそんなでもないよ。ベビーシッター雇えばよかったのに、ケチよね。それも考えたけど、あの子人見知りが激しいから悩んでたんだ。そしたらお姉ちゃんが1万円で面倒を見てやるって言ってくれたから、感謝しなさい。あの子まだ言葉が出てないでしょ。だから全然知らない他人より身内の方が娘のこと分かってあげられるかなって思ったんだよね。まあそれはそうかも。結果ゆきちゃんは遊園地ですごく楽しそうにしてるし。ありがとう。それなのに10万ごときで渋ってんじゃないわよ。うお金で子供の幸せが買えるなら安いもんでしょ。でも2歳だから身長制限で乗れないものも多かったんじゃない。それでも楽しんでた。後で写真送る。本当嬉しい。ああ風船欲しいってダダこねてるわ。え、地面に寝そべって足バタバタしてる。珍しい、ユキのそんな姿は見たことないわ。泣き止まないから買ってあげたよ。2万円だったからそれもよろしくね。高っ、ぼったくりじゃん。まあこっちは楽しくやってるから、あんたも仕事頑張って。それじゃ。その後姉は写真を数枚送ってくれたのですが、なぜか食べ物の写真とか2万で買ったという風船の写真ばかりで、カメラを向けると恥ずかしがるため娘の写真は撮れなかったそうです。その後姉に連絡しても繋がらず、なんとなく胸騒ぎがしていました。そんな中、出張先での仕事が予定より早く終わったので上司に相談して、私は1日早く帰宅することになったのです。姉の家に向かう新幹線の中で、なぜか得体の知れない不安に押しつぶされそうでした。そしてその嫌な予感は的中することとなるのです。数時間後。遊園地の話は嘘だったのね。はい。娘なら犬小屋にいたけど。え、出張先での仕事が終わったから1日早いけど私だけ帰ることになったの。聞いてないわよ。お姉ちゃんに何度も電話したけど繋がらなかった。あ、本当だ、着信来てる。一体どういうつもり。友人とゆきちゃんの3人で遊園地に行ったけど、途中ではぐれて私たちも探してたの。嘘。あなたに心配かけたくなかったし、どうせすぐ見つかるだろうと思って黙ってたのよ。じゃあどうして小屋に鎖で繋がれてたの。さあ、誰かが見つけて保護してくれたのかな。ユキ小屋の中でぐったりしてて、真っ赤な顔で息遣いも荒かった。熱だって40度もある。大変。わざとらしい言い方、お姉ちゃんのせいでしょ。ガキの話じゃないわよ。枝毛見つけちゃって、ちゃんとケアしてたのにな。罪悪感とか全くないんだね。寝て食べたら治るって。そんなわけないでしょ。今ユキは病院で点滴を受けてる。そうなの。そういえば朝から体熱くて元気なかったかも。は？そんな状態なのに放置してたってこと？だから遊園地には連れて行ったって。放ってなんかない。どうしてそんな嘘つくの？それに40度なんて大した熱じゃないでしょ？信じられない。昔から大げさなんだよ。絶対許さないから。あんたさ、私のことばかり責めてるけど、自分はどうなの？何が？そもそも不妊症の私に子供預けるなんてひどくない？何言ってんの？赤ちゃんが欲しくてもできない私に対する当てつけ？そっちが自分から預かってくれるって言ったんだよね。思いやりが足りない。すごく傷ついた。なんか話そらそうとしてない？あー辛い。あんたには慰謝料も請求しなくちゃ。意味わかんないんだけど。訴えられたくなければ100万円払いなさいよね、このクズ女が。2時間後。ねえ、早くお金払ってくれない？は？遊園地代12万と慰謝料の100万円だよ。まだそんなこと言ってんの？もちろん一括ね。払うわけないでしょ。は？
うちの子ね、言葉は出ないけどちゃんと意思表示はできるの。おばちゃんと遊園地行ったって聞いたら首を横に振ってた。ゆきちゃんが適当なこと言ってんの？じゃあうちの子がお昼に何食べたか教えてよ。あれよ、ほら、オムライス好きでしょ。おかしいな、最近食べ過ぎて嫌いになったんだけど。ああそうだった、頼んだら嫌がって結局焼きそば食べてたんだった。嘘よ、オムライスが大好きなユキが嫌がるなんてありえない。はめたのね。不妊症っていうのも嘘でしょ。はあ、本当に決まってんじゃん。だって夫と排卵日に仲良くしてんのに全然授からないんだもん。それはピル飲んでるからだよね。え、今回の件お兄さんに話したの。ちょっと高尾さんは関係ないでしょ、意味わかんないんだけど。前に子供の話が出た時に夫婦二人の時間を楽しみたいから子供はまだいいって言ってたそうじゃない。それはあんたが娘にしたことを聞いて電話で謝罪した後にわざわざ仕事を早退して病院まで来てくださったのよ。うちの旦那今そこにいるの？変わる？ああいい。幼い子をこんな目に遭わせておきながら自分は楽しく遊んでるなんて許せないってすごく怒ってたわよ。余計なことしないでよ、ほんと最悪。で、本当はその遊園地には誰と行ったの？言わない。聖夜くん？はあ？なんで知ってんの？ああ、やっぱり。お姉ちゃんの SNS に毎回いいねつけてる人がいて、その人のインスタ見たら、さっき送ってくれた遊園地の写真載せてたから。やめてよ！昼の部終了。これから夜の部スタート。大人の時間が始まるぜって書かれてるけど。あ、いや、これは。ああ、このインスタに上げてるホテルにいるの？すごくおしゃれだから写真撮りたくなる気持ちもわかるわ。勝手に人のやつ見てんじゃないわよ。ねえ、大人の時間って何する気だった？ねえ、しつこい。私あなたのこと訴えるから。は？一人じゃ何もできない2歳児を犬小屋に放置して遊びに行ったことは歴史として犯罪よ。だからオーバーなんだって。そうかな、なら他の人の意見も聞いてみましょう。え？何勝手に招待してんのよ！ナナ、あなたこれは違うの。言い訳は手短にね。うるさい！浮気してたんだな。違うって。お兄さんにさっき聞いたんだけど、お姉ちゃん前にも浮気してたんだってね。関係ないやつは引っ込んでて。あの時二度目はないって言ったよな。彼はただの友人。お兄さんに聖夜のインスタのリンクを送った。余計なことしないで。この見覚えのある服にアクセサリー、カバンも、顔にはモザイクかかってるけど7だよな。似てるだけだよ。あ、お兄さん、浮気男が持ってるグラスに反射して写ってるの、この人だなし女じゃないですか。どの写真？上から4枚目のやつです。やめて。あれ、彼写真削除し始めてるみたいだけど。黒だな。どいつもこいつも余計なことばかり。それにしてもなんてことをしてくれたんだ。彼とは気の迷いってやつで。お兄さんが言ってるのはユキの話だと思うけど。え？お兄さん病室のベッドで眠るユキの手をずっと握ってごめんねって泣きながら謝り続けてくれたのよ。悪気があったわけじゃないの。俺は子供たちを幸せにしたくて保育士になったんだ。それなのにまさか自分の妻が子供を虐げているなんて。私も姉がこんな人だとは思いませんでした。責めないで。ひどい目に遭わせるつもりなんてなかったんだから。どういうこと？今日はユキちゃんを保育園に預けた後彼と出かけて夕方には帰ってくるつもりだった。信じられない。本当よ。でもあの子ったら急に熱なんか出しちゃって、そしたら保育園には預けられないでしょ。そうね。そうなったら私が面倒見なくちゃいけない。でもそれじゃあデートに行けなくなっちゃう。だからって小屋に。最低だな。同感です。あの子にあんな苦しい思いをさせるなんて。
あんたなんかに預けるんじゃなかった。涼しかったから外に出してれば熱も下がると思ったのよ。そんなわけないだろ。あんたのことは訴えるから。え、じゃあ本気で言ってるの？もちろん。俺もお前とは離婚する。待ってよあなた。待たない。談合室にいるんだ。え？旦那さん離婚届持ってあんたが今いるホテルに向かったの。は？だって今病院で一緒にいるんじゃ。そんなこと一言も言ってないけど。俺たちがインスタの話してた時に写真を削除したってことはクズ彼氏も一緒にいるんだよな。騙された。あなたが勝手に勘違いしただけよ。これから私はどうなっちゃうの？知らない。自分がしたことの責任は自分で取りなさいよね。わかった。12万の請求は取り下げる。だから許して。そもそも遊園地も行ってないし、お世話も放棄したんだからお金なんて発生するわけないでしょ。おい、ホテル前に着いたけど。待って、高尾さん、あなたのこと愛してるの。もう二度と浮気しないと誓うから。知らん。離婚したらお金はどうするの？生きていけない。働きなよ。ねえ、静香の会社ってお給料いいんだよね。募集とかしてない？私男の人に媚び売ったりよいしょ得意だから、きっと役に立つから。ああ、静香！後日談。姉のいる部屋を突き止めた義兄が入室すると、泣きながら許してくださいと土下座する姉と真男がいたそうです。ですが、そんな安い土下座はいらないと義兄は一蹴り、その場で姉に離婚届を書かせたらしいです。慰謝料を請求されると、姉と真男はお互いを罵り、取っ組み合いの喧嘩になったようで、他のお客さんからの苦情により通報されたのだとか。私は姉のことを警察に通報。姉には保護責任者遺棄の刑罰が下され、猶予付き懲役6ヶ月となりました。うちは両親が他界してるため姉の帰る場所はなく、今はボロアパートで慰謝料の返済のためバイトを掛け持ちしながら質素に暮らしているようです。娘は数日間の入院を経て回復しました。嬉しいことに最近ママと言えるようになったんですよ。これからもこの子の幸せのため仕事と育児を頑張ります。パパ、ママと3人で鬼ごっこしたい。え？今学校終わったの。パパ今日お休みでしょ。公園行こうよ。急に何を言い出すんだ。ママは事故で足が動かなくなったからお外じゃ遊べないだろ。あれからもう3年か。ひまりはあの時まだ4歳だったな。どうしてもダメ？そうだな。これからもパパと一緒にママを支えていこう。俺頑張るから。でもママの足って動くよね。はい。だから鬼ごっこもかくれんぼもたくさんできると思う。何を言ってるんだ。ママはずっと車椅子生活だろ。そうだけど。ひょっとしてママが歩いてるところを見たとか？いや、そんなわけないか。見てないよ。でも、なんとなく、そんな感じがするだけ。え？何？それ、本気で言ってる？うん。マジか。ひまりの、なんとなくって、なぜか必ず当たるんだよな。ね？その不思議な力みたいなのって、一体何なんだ？そんなの私にもわからないよ。どこで宝くじを買ったら当たるとかはなんとなくわからないものか。パパ、ひまりは7歳だけど、それが悪い質問だっていうのはわかるよ。ごめんなさい。お金っていうのは楽して稼いじゃダメなの。すみません。それでさっきの話なんだけど。うん。ママの足が実は動くなんて本当にありえるのかな。ひまりはそう思う。でもそんな嘘をつく意味って。それにママに言ってみた？うん、なんとなく言っても聞いてもらえないって感じがするから。そうか。じゃあ気は進まないがちょっと実験してみるか。え、なになに？ママが嘘ついてるなんて思いたくないが、ひまりの不思議な力を俺は信じてるから。どうするの？うん、そうだな。ワクワク。とりあえずひまりが帰ってきたら一緒にお買い物に行こう。え、行く？
行く。ちょっとおもちゃ屋さんでも見てみようか。やったー。じゃ、気をつけて帰ってくるんだぞ。その夜、いつまで部屋にこもってるんだよ。うるさい。悪かったって、ほんのちょっとしたいたずらだったんだ。車椅子の嫁に向かってあんなことするなんて信じられない。ゴキブリのおもちゃは足元に置いただけだろ。私は虫がこの世で一番嫌いなの知ってるでしょ。まあひまりも笑ってたし。大体あんなものどこで手に入れたのよ。ひまりと一緒に買い物に行っただろ。その時に面白そうだと思って買ったんだ。ありえない。動きもリアルだったし、今思い出してもゾッとする。本当に悪かった。でもさ、ちょっとだけ気になったことがあるんだけど。何よ。ゴキブリ見た時お前すごいびっくりしてたよな。当たり前じゃない。その時少しだけ立ち上がらなかった？は？なんだったらちょっと歩いたようにも見えたんだけど。何言ってんの、そんなわけないじゃん。幻覚かな。でもひまりも見たって言ってるんだよな。派手に驚いたからそう見えただけでしょ。それかカジマのクソ力で一時的に筋力がアップしたのよ。人体ってそんなすごいのか。あなたさっきから何が言いたいわけ？実は今日ひまりから妙なこと聞いたんだ。ママの足はなんとなく動くような気がするって。はあ？ほらあいつってなんか不思議な力みたいなの持ってるだろ。予感したものが百発百中で当たるみたいな。ひょっとしてそれを信じてるわけ？ああ、それで悪いとは思いつつもあんないたずらを仕掛けてしまった。申し訳ない。最低。一発殴らせて。え？悪いと思ってるんでしょ。じゃあ私の部屋の前まで来て。わかった。ああ、手がしびれる。往復ビンタ10連発はやりすぎだろ。一発じゃなかったのか。私につまらないいたずらを仕掛けた罰よ。ひまりが口をあんぐり開けてこっちを見てる。これにこりたら二度とバカな真似はしないことね。じゃ、もう寝るから。いや待て待て。何？いたずらをしたことは謝る。でもまだ話は終わってないだろ。まだ続ける気？ひまりがわけわかんなこと言ってるだけよ。でもだいたい足が動くならとっくに外歩いてる。車椅子がどれだけ不便かわかってる。それは確かにそうなんだが、ただでさえ生活が大変なのにこんな疑いをかけられるなんて悲しくて涙が止まらないわ。すまん。もうこんな話は二度としないで。あとコンビニ行ってハーゲンダッツ買ってきて。はい。チョコ味。今嫁を泣かせたんだからそれくらいしてよ。悪いと思ってるんでしょ。それは。じゃあ早く行ってきて。わかったよ。それとひまりにも二度とおかしなことは言わないよう注意しといて。それじゃ。10分後。パパ、ほっぺ大丈夫？まだちょっとジンジンするかな。何かコンビニで買ってきてほしいものはある？ううん、それよりひまりもママに頭叩かれちゃった。え？もう変なこと言うのはやめて。気持ち悪いって。あいつ、私って気持ち悪いの？そんなことない、気にするな。じゃあこの話もやっぱりしない方がいいのかな。ん？何が？ママに頭叩かれて怒られてる時になんとなく思ったことがあるの。また不思議な力か。今度はどうした？どうしてママは妊娠してるのかなって。え？不思議だよね。いやちょっと待って、どこから突っ込めばいいかわからないんだが、まずどこでそんな言葉を覚えた？お友達から聞いたの。パパとママが一緒にたくさん寝ると赤ちゃんができるんでしょ。それを妊娠って言うって。まあそれは。でもママはいつも自分の部屋で一人で寝てるじゃん。そうだな、俺のいびきがうるさいとかで。だから不思議だなと思って。いくらひまりの予感でもそれだけは絶対にありえないと思うんだが。でもきっとお腹に赤ちゃんいるよ。ってことはまさか。何？いや、なんでもない。これもママには言わない方がいい？そうだな、というよりも不思議な力のことはママに喋らない方がいい。どうして？やっぱり私って気持ち悪いの？違うよ、またひまりが叩かれたら大変だろ。
うん、痛いのは嫌い。買い物が終わったらすぐに帰るから、ひまりはもう寝なさい。わかった。5日後。やっぱりひまりの言うことは正しかったか。え？お前今どこにいる？家だけど。俺は会社の社員食堂でスマホいじってる。だから何なの？用事があるならさっさと行って。お前と LINE しながら同時に見てるものがあるんだ。なんだと思う？知らないわよ。いやらしい動画とか。ちげえわ、家の様子だよ。え？数日前リビングに監視カメラを仕掛けたんだ。その映像を今見てる。はあ？驚いたよ。俺やひまりが不在の間こんなにも好き勝手やっていたなんてな。本当にそんなもの仕掛けたの？冷蔵庫の横に調味料の並んでる棚があるだろう。そこに忍ばせてある。料理なんかしないお前には絶対に気づかれない場所だ。本当だ。勝手に何してんのよ。おいおい大丈夫か。普通に歩いてるお前の姿が映ってるけど。あ、もういいよ、隠さなくて。全てわかってるから。これはその違うの。お前の部屋に若い男が入っていく映像も撮れてる。玄関や通路が見える位置を考えて設置したからな。マジ？お前ら声でかすぎるから。音声も撮れてるよ。猿が2匹いるのかと思った。ちょっと話を聞いて。言い訳なら聞くつもりはない。この映像が全てを物語ってるからな。それより俺の質問に答えろ。何を？一体いつからなんだ、歩けるようになったのは。それは3年前に事故が起きた時、医者は確かに下半身麻痺だと言っていた。そうよ、あの時は本当に動かなかった。じゃあ何なんだ、少しずつ回復したってことか。医者も言ってたでしょ、神経が圧迫されてるだけで一時的な麻痺の可能性があるって。だから時間の経過とともにちょっとずつ感覚が戻っていったの。完全に歩けるようになったのは多分2ヶ月前とか。ならなぜ黙ってた。俺たちの前ではわざわざ車椅子にまで乗って。だって言わない方がいろいろ得じゃん。え？障害年金だってもらえるし、家のことだってあんたとひまりが全部やってくれる。治ってるって分かったら私もいろいろとやらなきゃなんないでしょ。そりゃそうだろ。俺とひまりはずっとお前が大変だと思って支えてきたんだ。感知してるとなったら話は変わる。それが嫌だったのよ。私はもうこの生活に慣れちゃったの。このまま嘘ついて一生面倒見てもらおうと思った。なんてふざけたこと。しょうがないじゃない、人間は慣れる生き物なの。じゃあ浮気の件はどう説明する。それは俺とひまりがいない隙に狙った男を連れ込むなんて好き勝手の限度を超えてる、ただのクズだ。だからそれも仕方なかったの。何が？せっかく体が感知したのよ。抱かれたいって思うのが苦痛でしょ。お前は既婚者だろうが。でもマッチングアプリで見つけちゃったんだもん、若くて細マッチョなイケメンくんを。だからって家に連れ込むな。ホテルになんか行けないでしょ。ご近所さんに歩けるところなんか見られたら全部バレちゃう。本物のクズだな。まあいい、どの道お前とは終わりだ。え？家族を騙して浮気するようなクソ女とこれ以上一緒にいられるか。お前とは離婚する。嘘でしょ。本気だよ。お前の最低な行動を考えればきっと真剣は俺が取れるだろう。お前は一人で適当に生きていけ。ちょっと待って。浮気の慰謝料と養育費はもちろん請求するぞ。障害年金はもう受給できないから働いて払うんだな。勝手に話を進めないでよ。それとお前、お腹の子はどうするつもりなんだ。え？妊娠してるんだろ。何の話？え？まさかの気づいてないパターンか。誰がそんなこと言ったの？ひまりだよ。なんとなくそんな予感がするって。また不思議な力ってやつ。ああ、ひまりの予感は百発百中だからきっと当たってるだろ。やめてよ、私はほんの遊びのつもりだったんだから。確かどこかに妊娠検査薬があったはず。陽性だった。そうか、まあ父親は分かってるわけだし、再婚するなりなんなり好きにしろよ。無理よ、ユージと結婚なんて。ユージっていうのか、どうでもいいけど。こいつは顔と若さだけが取り柄のニートなの。実家住まいだし会場なんて全くない。まあ俺はその男にも慰謝料請求するけどな。ユージもこの出資父親とか無理って隣で言ってる。あと慰謝料も払えないって。必ず回収すると伝えとけ。どうしよう、
こうなったらもう下ろすしか。そこはユージと話し合って決めろ。俺が言えるのは決してお前を許さないということだけだ。ひまりのことも傷つきやがった。お願い、本当に軽い気持ちで遊んだだけなの。ひまりにも謝るから許して。ふざけるな。反省してるから。知らん。もう二度とこんなことしないって約束する。もう喋るなクズ。帰ったらすぐに離婚届を書かせるからな。それとそのアパートはどうする？は？お前が住むなら俺とひまりが引っ越す。俺たちが残ってもいい。ここの家賃っていくらだっけ？11万。絶対払えない。じゃあ荷物まとえてさっさと出てけ。じゃあな。ちょっと待ってよ。後日談。離婚が成立し、俺は無事親権を獲得しました。ユージには慰謝料150万円を、アズサにはそれに養育費を足した900万円を請求。ユージは親に借りたとかで一括で支払ってきましたが、もう浮気なんてゴリゴリだと、アズサの前から姿を消してしまったようです。アズサは結局子供を下ろすことを選択し、今は風呂なしのアパートに住みながらパートで生計を立てているとのこと。900万円返すのにどれほど時間がかかるか分かりませんが、元気な体を使って存分に働いてほしいものですね。俺はひまりと二人で平穏に暮らしています。ひまりの不思議な力を大切にしながらこれからも生きていきたいと思います。いつも外で遊び回ってるなんて嫁失格だわ。いきなり何ですか？トールちゃんから聞いたわよ。毎日のように家を開けて夫婦の会話が全然ないって。またお母さんに愚痴ってたんですね。妻が毎日家を開けるなんて本当にかわいそうな。トールちゃん、私の外出理由は仕事です。騙そうとしても無駄よ。在宅ワークのトールちゃんにニート呼ばわりまでして、この鬼嫁。そのことをトール姉に持ってお母さんに愚痴ったのか。 YouTuber だって立派な仕事よ。それを見下すだなんて最低。仕事中なのでそういった話は後でいいですか？嘘つかないで。今も遊んでるくせに。本当のことなんですが、毎回あなたに会うたびにネイルは変わってるし。見た目が派手だから仕事はしていないと言いたいんですか？あんな見た目で働くなんて無理に決まってるわ。ネイルをしても問題ない職種なんですよ。嘘くさい言い訳ね。そもそもあんな爪じゃ料理の一つもできないでしょ。家事はちゃんとしてますよ。掃除ロボットに洗濯乾燥機、その上食洗機まで使っといて何言ってんのよ。そんなこと言われても、私は日中働いてますし、少しは頼ってもいいじゃないですか。しかもあなた30歳でしょ。子供すら産む気配もないなんて。それは夫婦の問題なので、お母さんは口出ししないでください。孫を望んじゃダメってこと？ひどい女ね。産むのも育てるのも私なんです。生意気な。可愛い孫と老後を楽しむ夢を叶えることだって親孝行の一つでしょ。だからといって強要していいということにはなりません。今すぐ子供を産め。できないならトールと離婚して。いい加減にしてください。さすがに怒りますよ。そもそもトールちゃんだってあなたと一緒にいるのはしんどいって言ってたのよ。そうですか。その点に関しては夫婦できちんと話し合います。私はトールちゃんの母親なの。あなたに意見する権利はあるわ。お母さんのご意見はよくわかりました。私は仕事があるのでこれで失礼しますね。ちょっと待ちなさい。まだ話は終わってないわよ。私の名前は沙織、30歳の兼業主婦です。同い年の夫との出会いは美容関係の専門学校でした。趣味などの話で意気投合した私たちは10年の交際を経て2年前に結婚。最初は幸せな結婚生活を送っていたのですが、ここ最近夫は私に対して気に入らないことがあると義母に愚痴をこぼすようになり、その度に義母からお怒りラインが届くので参っていました。夫婦で話し合いをしようにも、私の仕事は何かと多忙で時間もなかなか取れず、そんな中義母は何を思ったのか、さらに私たち夫婦の問題に首を突っ込み始め、こんな大騒動まで巻き起こしてくれたのです。1ヶ月後、
引っ越し完了、荷物を運び入れるのが本当大変だった。そんな話初耳なんですが。だから今話したんじゃない。事後報告ですか。老朽化もひどかったしね。前々から考えてはいたのよ。言っていることはわかりますが、急すぎるというか、去年お父さんが亡くなって、固定資産税は私が払わないといけなくなったでしょ。家の名義は今はお母さんですもんね。ボロ屋な上にお金まで払うなんていい気分しないでしょ。遺産として貯金2000万も相続はしたけど、それを家の維持費に使うのはなんかもったいないじゃない。だから引っ越したと。そういうこと。まあ雨漏りもひどかったですし、引っ越しは正解だと思いますが、びっくりするので事前に話しては欲しかったです。相談してる暇がなかったの。ついこの前韓国で妙様の握手会があったり、いろいろと推し活で忙しかったんだから。お母さんがハマってる韓流スターの。そうよ。この前の大雨でも雨漏りしちゃって、妙様グッズが水浸しになったけど、握手会で本人を間近で見れて悲しみも吹っ飛んだわ。ちなみに引っ越し先はどこなんです。引っ越し先はあなたたちのマンションよ。最上階まで荷物を運ぶの大変だったのよ。は？何かの冗談ですよね。トールちゃんから合鍵をもらってて本当に助かったわ。これからはトールちゃんの稼ぎで優雅な老後を送れそう。なんで事前に私に相談をしてくれなかったんです。それこそ事後報告はしちゃダメですよ。この家からいなくなる人間に事前に伝える必要はある。は？何を言ってるんです。仕事と嘘をついて家事をしない嫁はいらないから出て行きなさい。おかしなことを言わないでください。そもそもこの件はトールに話しているんですか。今日報告しようと思ったけど朝から家にいなくてね。帰ってきたらサプライズ発表する予定よ。そういえば今日はあの日か。きっと稼ぎのいいトールちゃんのことだから今日も仕事関係の何かなんでしょうね。そもそもよく荷物が入りましたね。前に義実家にお邪魔した時、ものすごい数の妙様グッズがあったと思うのですが、あなたの私物を処分したらグッズはすべて家に入れることができたわ。出張買取って便利ね。全部その場で査定して持って行ってくれたわよ。は？ブランド品もいくつかあって総額50万にもなったんだから。なんてこと。そうだ、雨漏りでダメになった妙様グッズを新たに買い直しちゃおうかしらね。今すぐ家に帰ります。トールにも連絡しないと。無駄だと思うけどね。トールちゃんはあなたの悪口を毎日のように言ってたのよ。きっとこの状況を喜んでくれるはずだわ。なんだか気分が悪い。フラフラしてきた。意外しゃぶるのはやめてくれる。全部あなたが悪いんじゃない。とにかくトールさんとも話し合いますので、これ以上余計な真似はしないでください。どうあがいても無駄よ。その日の夜、トールとも話がまとまったので、一応3人でお話できますか。結局夜になっても帰ってこなかったくせに今更何を話し合うっていうの。まずはトールと話をしたかったので、さっきまで2人きりになれる場所で話をさせてもらいました。仕事で疲れてるっていうのに気遣いすらできないなんて、どういう教育受けてきたのよ。とりあえず今からこの LINE 上にトールを追加します。俺は別れたくない。あ、トールちゃん何言ってるの。トール、順を追って話さないとお母さんが混乱するでしょ。何謝ってるの。トールちゃんは悪くないでしょ。俺が全部悪いんだ。沙織は一つも悪くない。ついこの前まで沙織さんの愚痴をあれだけこぼしてたっていうのに、沙織は俺のために頑張ってくれていた最高の妻なんだよ。それなのに俺は本当にどうかしてた。見た目も派手で家事もろくにしない女を最高だなんてきっと言わされてるのね。かわいそうなトールちゃん。沙織は仕事も家事も完璧にこなしてくれてたよ。家事は機械任せで仕事は大嘘。それが真実でしょ。私が外で何してるか知らないんですね。だからトールの稼ぎで自由に遊んでるんでしょ。全部知ってるんだから。私プロのネイリストとして働いているんです。え？有名人の専属ネイリストとして活動している傍ら、専門学校で時々講師をすることもあります。変な冗談はやめてよ。
お手持ちのスマホで私の名前を検索してみてください。砂原さとみ専属ネイリスト。他にも多数の有名人のネイルを担当していますよ。あなたのウィキペディア、有名人の名前だらけじゃない。新しいデザインの研究を自分の爪を使ってすることもあるので、ネイルは頻繁に変わるんですよ。でも大した稼ぎはないでしょ。年収は2000万ほどあります。へ、今住んでるマンションの家賃も生活にかかる費用のほとんどは私が払っていますよ。全部？じゃあトールちゃんの稼ぎは？トール、あなたの口からちゃんと説明しなさい。母さん、ごめん、俺見え張ってちょっと嘘ついてた。どういうこと？俺今無職なんだ。はぁ？前までは美容室で働いてたのは知ってるだろう。でも人間関係とかが辛くなって辞めたのよね。でもその後すぐに美容関係の動画を YouTube にアップして、今はその広告収入で稼いでるって言ってたじゃない。そうなんだけどさ、収益は毎月数千円程度で、まともな稼ぎにはなってないんだよ。全然稼げてないじゃない。それで私の収入で生活していたのですが、さすがにこんな生活を続けるのは良くないとも思いまして、半年前にある約束をしたんです。一体何？ YouTube はあと半年頑張っても軌道に乗らないならすっぱりやめて再就職をすること、それができないなら離婚すると伝えたんですよ。あなた別れるつもりだったの？本心は別れたくないと思っていましたが、家族のことを考えられない人とは今後やっていくのは無理だとも思いまして。でも約束の期限が迫ってきて、だんだん焦りからイライラすることも多くなってさ、つい母さんに沙織の愚痴を言ってしまってたんだ。それを聞いてお母さんは暴走してしまった。それが今回の騒動の原因になります。ちょっと待って、頭が混乱してきた。じゃあ今が無職なら離婚は確定ってこと？離婚はしません。トールは再就職先が決まったので。え、母さんには沙織の愚痴を言ってしまったけど、やっぱり夫としてしっかりしないといけないと思って1週間前に面接を受けたんだよ。それで内定ももらって、今日は入社の説明を受けに会社へ行っていたんですよ。そうだったの。今まで自分勝手な考えで沙織に迷惑をかけてきたけど、これからはいい夫として、そして父親としても頑張りたいんだ。父親？あなたたちに子供はいないでしょ。実は私妊娠してるんです。はあ？お母さんからの LINE の後体調が悪くなって昼間病院へ行ったんですよ。そしたら妊娠3ヶ月だと言われたんです。ってことは私おばあちゃんになるの？まあそうなりますね。沙織さん、今までごめんなさい、いろいろと勘違いしてたわ。仕事もしていて子供もできたならもう口出しはしない。これからもよろしくね。いや、俺は母さんと縁を切る。何言い出すの？私の夢は孫との幸せな老後を過ごすことだってあなた知ってるでしょう。でも今回のことはやりすぎだ。母さんには明日出て行ってもらうから。そんな、私はどうしたらいいのよ。確か母さんは親父の遺産を全て相続してたよな。それさえあれば居住地もなんとかなるだろう。ない。貯金2000万相続したんですよね。1年で使い果たすような額ではないと思うんですが。全額妙様に見過ぎました。は？あの韓国の俳優に？だって去年ヒットした映画の聖地巡礼ツアーだったり、写真集発売記念の握手会も韓国での開催だったから。それで2000万も？韓国って日本から近いですし、渡航費はそんなに高くはないと思うのですが。握手会ではミョン様に会うから、エステにネイル、美容室にも定期的に通ってたし、最近確実に痩せられるダイエットジムにも通い始めて。マジかよ。そんな生活をしていたら気づいたら貯金も底をついて、今私の収入は年金のみなの。それでうちに住もうとしてたんですね。トールが離婚して沙織さんが出て行ってくれたら、ミョン様グッズを置くスペースも確保できると思って。沙織、本当申し訳ない。もう怒り通り越して呆れてる。とりあえず今後うちを頼らないようにマンションも解約します。この家を手放すの？お母さんには合鍵を渡しちゃってますし、私たちも引っ越した方が安心かと思いまして。私はどこに住めばいいの？今はネットで即入居可能アパートを見つけた。4畳半風呂なしアパートで築65年だそうだ。私と同い年？
明日からはそこに住めば解決ですね。今二人はどこにいるの？それを知ってどうするつもりです？このまま家に帰ってこないのはお腹の子に触るわ。私も一応妊娠出産を経験した身、安心して帰ってきて。そして私もずっとたまに住まわせてちょうだい。今知り合いの紹介で産前産後ホテルというところを利用させてもらってます。24時間助産師さんがいるので、お母さんといるよりか全然安心できるのでご心配なく。私はヨナシってこと？お母さんに出て行けと言わなければこのホテルを利用しようとも思わなかったので、ある意味感謝はしますよ。妊娠する前から産前産後ホテルについては沙織も気になってたもんな。視察的な感じで泊まれてよかった。産後も利用しようかしらね。ならそこに今から行くわ。ネットで調べればきっと場所も特定できるはず。お母さんが来ても入れないように受付には話をしました。もししつこいようなら警察に通報してもいいと伝えてあるので、来るだけ無駄ですよ。トールとは話し合いもして解決したのよね。離婚もしないなら私をここまで追い詰める意味がわからないわ。お母さん何か忘れてませんか？え、何？私の私物全て売却しましたよね。それなら今すぐ連絡して返してもらうから許してちょうだい。連絡は俺がしといた。トールちゃんが？さっき家に一瞬だけ帰っただろ。何も言わずに出て行ったから、てっきり仕事でまた外出したのだと思ったけど、母さんに業者の連絡先を聞き出そうと思っていたけど、玄関先に売却伝票があったから声もかけずにそれを持って出て行ったんだよ。じゃあ物は戻ってくるのね？返却の手続きとかがあるから帰ってくるのは数日かかるけど、50万を返金してくれるのなら全部返してくれるそうだ。お金返さなきゃダメ？業者も商売でやってるんですから返金するのが普通ですよ。グッズを買い直したり、ミョン様がデザインしたダイヤモンドジュエリーを買っちゃったからお金ない。なら私が代わりに業者に50万円払いましょうか？沙織はもういいよ。俺が全部悪いんだ。母さんのことも俺が何とかする。やっと就職先が決まったばかりで貯金もろくにないのに。それは沙織さん、ありがとう。あなたの慈悲深さには感動したわ。ただし金輪際私たちに関わらないでください。もちろん生まれてくる子供にもです。これを守るのなら50万は私が払いましょう。いくら勘違いとはいえ、お母さんのしたことは窃盗、つまり犯罪です。そんな大げさな。今回は物が全て返ってくるので警察沙汰にはしませんでしたが、返ってこなければ私は躊躇なく通報していました。私たちは家族なのに。私物の中には思い出のものや大切な人からのプレゼントも含まれていたんです。それを勝手に売り飛ばされる気持ちがお母さんには理解できますか？でもそれは私の勘違いで、そもそもトールちゃんが愚痴を言わなければ私はこんなことしなかったのよ。もちろん今回の発端となったトールにもきちんと罰を与えます。お小遣いはなし、生活費も給料全額を家に入れてもらえます。沙織と子供のためなら何だってするよ。もちろん家事も子育てもしっかり協力してもらえます。少しでも手を抜いたらその時点で離婚だから。絶対に家族を幸せにしてみせる。俺頑張るから。期待してるわね。そんな孫にも会えない上に息子にまで見捨てられるなんて。明日の朝トールと家に帰ります。それまでに荷造りをお願いしますね。大量のミョン様グッズどうしたらいいのよ。後日談。その後お母さんは私が泊まるホテルを調べ上げ、やってくるなりなんと受付で土下座。私に会わせてほしいと懇願したらしいのですが、当然会わせてもらえず、これ以上居座るなら警察を呼ぶと伝えると観念したのかホテルから去っていきました。そして次の日お母さんは夫に連れられ不動産屋さんへ。即入居可の格安物件に契約し、お母さんはミョン様グッズとともに私たちの元を去っていきました。ちなみに売却した義実家は買い手は未だに決まらず、結局固定資産税を払う羽目になっているのだとか。今は大好きなミョン様の追っかけなんてできる余裕もなく、貧乏で寂しい生活を送っているのだそうです。夫はというと子供ができたことで意識も変わり、
仕事も家事もきちんとやってくれるようになりました。最近では私より育児に関する勉強を毎日のようにしており、育児本であふれかえっています。一時は離婚も考えましたが、今はいいパパ、いい夫になるよう意識も変わってくれたので良かったです。嫁の心得三箇条、5秒で言って、早く。嫁はなんとかでしたよね。30回は教えてるでしょ。頭に穴でも開いてるんじゃないの。すみません。次はちゃんとメモして壁に貼っときなさい。はい。嫁は姑と夫には逆らわないこと、嫁は姑と夫を敬い一切の家事をさせないこと、嫁は必ず男子を産むこと。あー、そんな感じでしたね。うちは名家なんだから、そこら辺のサラリーマン家庭と一緒にしてもらっちゃ困るの。はあ、あなた次男の嫁で別居なのをいいことに全然近寄ろうとしないし、私のこと舐めてるわよね。そんなことありません。お盆には浩二さんと久しぶりに帰省しようって話してたところでした。うちに嫁いだ以上、次男の嫁だろうと三箇条は必ず守ってもらいます。3番目のはクリアできるかもしれません。やっとできたの？はい。どっち？まだわかりません。何よ、1年も待たせておいて。性別わかってから知らせなさいよ。性別よりもっと驚くことが。実はなんとエコーに2人映ってたんです。あ？びっくりしますよね。私も夫もびっくりです。どっちかは男なんでしょうね。だからまだ分かりませんって。もし女が生まれたらどうしてくれるわけ？どうしてくれるって言われても。お友達で困ってる人とかいないの？何がですか？ほら、コウノトリが来なくて困ってるような人よ。一人います。治療費も高額らしくて相当大変みたいですよ。そうよね、大変よね。はい、何が言いたいんですか？いや別に、そういう方の力になれたらいいわねって話。なんてこと言うんですか。跡取りを産むのがあなたの仕事。あなたのせいで由緒ある家柄が途絶えてしまったら責任取れるの？お兄さんのところ男二人も生まれてるじゃないですか。跡取りはもう必要ないですよね。昨日長男が家族連れて家を出たのよ。え、本当ですか？夫も他界して長男も逃げたんだから、次男の浩二が当主になるしかないじゃない。お兄さんたちなぜ出て行ったんですか？知らないわよ。突然出て行くなんて。そういうことだから跡取りを産んで帰ってきなさい。急に言われても困ります。浩二さんの仕事もありますし。仕事はやめてくるのよ。村役場に空きがあるから頼んであげる。浩二さん、今の仕事にはやりがい感じてるんですよ。大きな仕事任されて残業続きで頑張ってるんです。仕方ないじゃない、事情が変わったんだもの。こっちはお家の一大事なのよ。いきなり言われても無理ですよ。嫁の分際で何を生意気なことを。妊娠中だかなんだか知らないけど、家の仕事は山ほどありますからね。私じゃあ何の役にも立てませんよ。そうよ、こっちで産めばいいわ。産んですぐ家の仕事ができるし。産後は母が手伝いに来てくれることになってるんです。何寝ぼけたこと言ってんの。うちに嫁いだ以上、実家とは縁を切る覚悟でいなさい。そんなことできません。次男の嫁だからってあぐらかいてたわよね。そんなつもりはないです。徹底的に鍛え直してやるから覚悟してなさい。見つけたわよ。何をですか？コウノトリを待ち望んでる人よ。は？生まれてから探したって遅いでしょ。こういうのは早めに準備しておかないと。勝手にそんな話進めないでください。男だったらうちで育てればいいだけの話。別に難しく考えることないわ。本気で言ってるんですか？そうよ。
ご近所に45歳過ぎて結婚したご夫婦がいてね、妊娠は諦めてたらしいんだけど、こんなありがたい話はないからぜひお願いしたいって。お母さん、これはやりすぎです。なんでよ、余計な口出ししないでください。私たちで育てますから。何言ってるの、女なんかそのうち嫁に行くのよ、何も残らないじゃない。私、お母さんが怖いです。頭が切れすぎてってこと？人として恐ろしいってことです。何言ってるのよ、そんなことよりまだ帰ってこないの？帰れないって言いましたよね。なるべく急いでね。荷物送ったけど届いた？届きました。あのお守り一体何のつもりですか？縁切神社に行ってお参りしてきたの。安産のお守りではないですよね、これ。跡取りが元気に生まれますようにっていうお願いよ。縁起でもない、こんなのひどすぎます。あの神社本当にご利益あるのよ、楽しみね。お母さん、浩二さんと話しました？話したわよ。仕事があるから行けないの一点張り。仕方ないわ、あんただけ来なさい。はい。バカ嫁がいなくなったから私が何もかもやらなくちゃいけないのよ。腰も痛いし、冗談じゃないわ。私まだ安定期にも入ってないんです。最近の妊婦は大げさなのよ。昔はね、妊娠初期だろうが産後だろうが休めなかったんだから。浩二さんも今はおとなしくしててって言ってくれてるし。すみません、お母さんのご希望には添えそうにないです。はあ？添えそうにないですじゃないの、添うの。二人なので妊娠も出産もリスクがあって慎重になってるんです。そんくらいでダメになるようならうちの孫にはふさわしくないわ。また次頑張りなさい。お母さん、こないだからちょっと軽々しく言い過ぎじゃありませんか？あんたに常識がないから教えてやってんでしょうよ。ひどいことばっかり言って、私そんな人とは一緒に暮らせません。ん？ちょっと待って、立場をお忘れのようね。私は姑、あなたは嫁、三ヶ条を思い出しなさい。あんなくだらない三ヶ条なんてメモってもないし、覚える気もさらさらありません。あなたまで私に逆らうの？おかしいと思うからそう言ってるだけです。だったら浩二と別れなさい。こっちに浩二の幼馴染の子がいるの、その人と結婚させるわ。浩二さんの気持ちは無視ですか？だいたい私の忠告を無視してあんたみたいな女と結婚したからいけないのよ。お母さんって江戸時代の生まれでしたっけ？昭和よ。あまりに時代錯誤なお考えでいらっしゃるので、もしかしてと思って。姑をバカにするなんて、なんて嫁なの。親の育て方がよっぽど悪いのね。私結構怒ってますけど、それ以上言ったら知りませんよ。あんたが怒ったところで痛くも痒くもないわ。そうですか。じゃあ痒みくらいは近々プレゼントさせていただきますね。ああ、生意気。絶対別れさせてやる。お待たせしました。何よ。お兄さん夫婦と話してきました。はあ？あの温厚なお兄さんが出ていくなんて、何か裏があると思ったんですよね。そりゃお母さんが悪いですよ。あんな裏切り者の言うことを信じるの？裏切り者は誰なんでしょうね。何のことよ。お父さんってご自宅や山林以外の資産はほとんど残してなかったそうですね。そうよ。それが何？期待してたんでしょ、たんまりお金もらえるって。別に。それで山を全部売っちゃったんですか？そんなことまで聞いたの？それでお兄さん怒って出て行ったんですよね。こんだけ奉仕してきて遺産もないなんてやりきれると思う？長男夫婦に家を任せてこれから旅行三昧と思ってたのに。だからってご長男に相談もせず山を売るなんて。あの山で子供の頃、松茸や山菜取ったりして、すごく思い出があるって言ってました。山なんか持ってて何になるのよ。
お父さんの遺言に売るなって書いてあったのに無視したんでしょ。お兄さんはそれを怒ってるんです。長男はうるさいのよ。それに比べて浩二は私に優しいからきっと許して戻ってきてくれるわ。戻りませんよ。なんでよ。まさかお母さんが他の男と浮気して妊娠した挙句、次男としてお父さんに育てさせてたなんて。どうしてそれを。浩二さんの父親が違うこと、お父さんにバレてないと思ってたんですか。え、夫は知ってたってこと。はい。それでも知らないふりしてわけ隔てなく兄弟として育ててくれたんですね。お父さん素敵ですね。あの頃は姑にいびられてストレスがひどくて。だからって噂が3分で広まるような田舎で浮気なんてすごい根性してますね。さすがお母さん。なんで子供たちがそれを知ったのよ。お父さん最後にお兄さん宛に手紙を書いてたそうです。このことは墓場まで持っていくようにって。じゃあなんで墓場まで持っていかないのよ。お母さんと縁を切った方が浩二さんのためになると判断したそうです。いやよ、浩二には言わないで。もう知ってますよ。なんで言っちゃうのよ。知ったところで別に何も変わらないと言ってます。あ、よかった。ほらね、あの子は優しいの。お母さんとの関係以外はですが。どういうことよ。LINE 全て見せました。浩二さんショック受けてました。はあ、見せちゃったの。人にあげろとか縁切りとかそんな恐ろしいこと言ってたのかって。それに参加状のことも知りませんでしたよ。浩二と話をさせて。二度と顔は見せない、孫にも会わせないって言ってます。じゃあこの家は誰が継ぐのよ。残念ながら終わりですね。私の代で終わらせるなんてご先祖様に顔向けできない。もっと顔向けできないことしてるじゃないですか。うるさいわね。お兄さんも就職されたようですし、うちも家族も増えるからマンションでも買おうかなって。じゃあ私はこんな田舎で無駄に広い家で一人ぼっちなの。おめでとうございます。家族が帰省して騒がしくなるなんていう煩わしさとも無縁ですね。寂しすぎるじゃない。お姉さんのことも相当厳しくご指導してたみたいですね。私だったら耐えられないです。長男の嫁として厳しくしつけなきゃと思って。ご冗談を。今時洗濯板で洗濯させたり風呂の水わざと抜いたりやることがゲスすぎます。私だってそうされてきたのよ。だからってお嫁さんに同じことやり返すんですか。そんなんだから家族が離れていくんですよ。そうね、あなたの言う通りだわ。だから浩二と帰ってきてちょうだい。それは無理ですね。そんなこと言わないで。そうだ、性別分かりましたよ。どっち。両方女でした。ダメよ。ほらまだそんなこと言ってる。浩二だけが頼みの綱なのよ。浩二ならきっと戻ってきてくれる。そのためにも跡取りを産んで。跡取りとか名家とかそういうのどうでもいいんです。家族が笑って過ごせるか、それが大事なんです。あなたは若いから何も分かってない。この世は男社会なの。男を産んでない女は認められないの。どの時代のどこの国の話ですか。今いつだと思ってるんですか。お願いだから私を捨てないで、みんなで帰ってきて。ごちそう作って待ってるわ。どうか食材の無駄なのでおやめになってください。参加状も忘れていい。もう口出ししない。たまに顔だけ見せて。そういえば参加状にありましたね、夫に逆らわないって。これは夫の決断です。分かったわ。性別はどちらでもいい。もう口出ししない。遅いです。浩二に伝えて、ずっと待ってるって。伝えました。待つだけ無駄だそうです。そんな冷たいこと言わないで。いろいろと勉強になりました。
私はお母さんみたいな姑にだけはなりません。一人にしないでよ。寂しすぎるわよ。こちらは賑やかになりそうです。私も仲間に入れて。時江さんは旅行に行く気力もなくなり、一人寂しく暮らしているそうです。年金があるので生活には困らないようですが、家族と会えない暮らしがどれほど寂しいものか私には想像つきません。自身も跡取りを産めと言われ続けてきたプレッシャーを知っているはずなのに、同じことを繰り返すとは残念です。夫は少しショックを受けていましたが、父親との思い出に嘘はないし、母親を見て血のつながりなんて当てにならないと思い直したそうです。私は無事出産し、二人のお世話で頭がいっぱいで、正直田舎で暮らす年老いた女性のことを考える暇もありません。こんな可愛い孫に会えないなんて、本当にかわいそうな人ですね。あんた余命半年だって？今日はお祝いしなきゃ。またですか、お母さん。あの与一を知らされたってのに、その反応は何？アホなラインで仕事の休憩を邪魔しないでっていつも言ってますよね。嘘じゃないわよ。あんたはもうじきくたばるの。急に変なこと言ってとうとうボケましたか？失礼ね。ケイスケたんが電話でこそこそ話してるの聞いたの。昼間から夫の電話を盗み聞きなんて暇なんですね。減らず愚痴を叩けるのも今のうちよ。あんたはもうじきあの世に行くんだから。私にそんな予定はありません。勘違いしてますよ。あら、ケイスケたんから聞いてないの？何も聞いてません。じゃあ言うタイミングを見計らってたのね。本当に私のことだったんです？我が家で余命宣告されるなんて、3年前に乳がんになったあんたくらいよ。早期発見でしたし、手術して完治しました。知らない間に転移してたんでしょ？この前の定期検診では異常なかったです。と見せかけて、実は再発からの棺桶にゴールイン待ったなし。今までにないくらいテンションが高いですね。当たり前よ。不出来な嫁がいなくなるなんて嬉しすぎて天にも昇りそう。ああ、私が昇っちゃあかんやろ、なんちゃって。ドン引きしすぎてちょっと返す言葉もないです。でもまさか同居2ヶ月で余命宣告だなんて。私との交流のおかげかしら？高卒の私が気に食わないからっていびってただけですよね。私はただあんたと仲良くしようと思っただけよ。私が作ったご飯を庭にぶちまけて笑ってたくせに何が仲良くですか？それはリアル思考の昼ドラ再現をままごとでしょ？私の両親の形見を捨てたことは？迷惑ゴミ嵐系宝探しゲーム。迷惑系 YouTuber みたいに言わないでください。全く面白くないです。3歳の孫にあんたが魂を食らう悪魔だって教え込んだのは最高だったわね。誤解が解けるまで私を怖がって近寄ってくれなくて鬱になりそうでした。私はすごく楽しかったわ。あんたの家が火事になってくれて本当によかった。よくそんなこと言えますね。自分の息子の家でもあったのに。あんたと住むために建てた家なんてゴミ同然よ。ひどい。神様もそう判断したから隣からのもらい火事で全焼まで行ったんじゃない？風向きが悪かったんです。きっと神様はあんたごと燃やす気だったのよ。は？それなのにのうのうと生き残っちゃったから、神様が私に使命をくださったの。つまり臨時で入居できるアパートがなくてお宅で同居になったのは神様のおぼし召しだと。その通り。アホらしい。私のいびりであんたの免疫力を低下させて見事に癌を再発させたのよ。今いびりって言いましたよね。どうせあんたはすぐにいなくなるし、もうどうだっていいわ。はあ、夫とお父さんに報告します。またこってり絞られますよ。そんなことしても無駄よ。あんたが余命わずかだと分かった今、すぐに二人とも洗脳から解けるわ。何ですか洗脳って？二人はこれまであんたに洗脳されて私を叱りつけていたの。は？すべてはあんたの差し金よ。でもそれももう終わり。
これからは私の時代になるの。妄想の一人歩きが半端なさすぎる。あんた旅立った後で私たちに迷惑かけないようにしっかり身辺整理しなさいよ。私はどこにも行きませんから。現実逃避しちゃってぼやぼやしてるとあっという間にお迎えが来るわよ。心配ご無用です。物は全部処分していいけど、あんた金だけは持ってるし遺産はもらってあげる。散々いびった嫁から金だけせしめようなんてずうずうしいことこの上ないですね。あんたを早く送り出せるよう頑張った私へのご褒美よ。どこまでも最低な人ですね。最低で結構。少しでも早くあんたにお迎え来るように祈っておくから。私はあかり、35歳です。38歳の夫と3歳の息子と5年前に建てた家で暮らしていましたが、2ヶ月前に火事で全焼してしまい、期間限定で義実家に同居することになりました。姑の玉子さんは60歳。結婚当初から高卒の私が気に入らず、盆正月に会うたびに嫌味を言われていました。そして同居を始めた途端に、これ幸いとばかりに夫や義父がいないところでいびり倒し始めたのです。そんな姑は私があの世行きになると信じて疑っていないようですが、この後衝撃の事実を知ることになるのです。数日後、あんたの通帳から遺産の先取りしとくわね。勝手に持ち出したんですか？金庫に入れてたのにどうやって？4桁のダイヤルをあくまでひたすら回し続けたの。1万通りもあるのに。お金のためと思えばなんてことないわよ。その情熱を他に注ぎましょうよ。この世界にお金以上に情熱を注げられるものなんてあんたをいびることくらいね。クズ具合がブレない。委任状偽造して2000万引き出したから。そんなに？これでご近所の友達を誘って旅行に行くの。お母さん、定年まで勤め上げてかなり貯金ありますよね。旅行代は自分で出してください。私の貯金は不自由なく老後を過ごすために取っておくの。なんて自分勝手な。すごくショックでしょ。走馬灯が見えた？そんなの見えません。早くあんたの葬式をしたいし、半年なんて言わないで今すぐ地獄に行かない？はあ？そうしたらお通夜で軽くお祝いして、告別式ではダンスパーティーしちゃうから。どこまでも腐った人ですね。もういいです。勝手に行っててください。へえ、本当にすぐあの世の扉を開けてくれるの？そんなわけないでしょ。なんだ、つまんないわ。他人にひどいことばかり言ってるといつか自分に返ってきますよ。私より先にあの世に行く人間に何言われても何とも思わないわ。そんなこと言ってられるのも今のうちかもしれませんけどね。何、最後の悪あがきでもしようっての？それはどうでしょうね。何考えてんのか知らないけど、去り際まで迷惑かけずにさっさと永眠しなさいよ。数日後、温泉最高。あんたも今度来たら？ああ、無理か。もうじきくたばるんだし。まだそんなこと言ってるんですか？あんたがあの世に行くまで言い続けるわよ。どこまでもおめでたい人ですね。旅行たっぷり楽しんで明日帰るから、あんたが旅立つ前祝いの準備しときなさい。最後の旅行になるでしょうし、存分に楽しんでください。え？もしかして夫からまだ何も聞いてないんですか？何のこと？あっちゃー、言うタイミングを見計らってたのかな。ちょっと、どういう意味よ。では発表します。お母さんは余命半年で離婚&絶縁が決定しました。は？お祝いの準備しますね。 あんた何言ってんの？旅立つことがショックすぎて頭がおかしくなった？私は正常かつ健康です。やばいのはお母さんです。やばいって何がよ。何がと聞かれれば全部ですが。意味がわかるように説明しなさい。夫が言ってた余命宣告はお母さんのことです。嘘つけ。そんなはずあるもんですか。お母さん、ついこの間がん検診受けましたよね。簡単な検査の後で要精密検査って手紙が来たから、お父さんと病院に行って検査したわよ。
その結果聞きました？検査結果を聞きに来るように病院から電話があったけど、お父さんに言ってもらったわ。自分で言ってたら勘違いしなくて済んだのに。だって私がガンなはずないもの、時間の無駄よ。ガンだったんですよ、それも末期の。アホらしい。冗談は顔だけにしてちょうだい。は？もし本当にそうならお父さんがすぐに私に言ってくるはずよ。すぐに伝えたらあなたがガン嫌だ怖いピエンって騒ぐと思って黙ってたそうです。何よそれ。あなたが傷つかないように伝える方法を精一杯考えてから報告しようと思ってたって。そんな同情引くようなこと言っても無駄、騙されないんだから。それならお父さんに確認してみては？上等よ、すぐに電話してやる。どうぞ。いいの、あんたの嘘がバレるわよ。嘘じゃないのでどうぞ。もしかして本当なの？さっきからずっとそう言ってるじゃないですか。私余命半年？やっと理解してくれましたか？私がガン？それもあとわずかの命だなんて。途方に暮れてる場合じゃないですよ。まだ離婚と絶縁についてのお話が終わってませんからね。まさかガンがうつると思ってるから絶縁するってこと？うつらないわよ。みんなあなたほどバカじゃないのでそんなことわかってます。じゃあ離婚なんてどうして？それはあなたの今の状況を考えたらわかるのでは。げえ。ピンときました？私は友達と旅行してるだけよ、何が悪いの？友達じゃなくて浮気相手でしょ。何を根拠にそんなことを？嫁いびりババアとして有名で近所からも距離を置かれてる人に友達なんていないでしょ。失礼ね、そんなのあんたの勝手な憶測じゃない。証拠もちゃんとありますよ。は？洗濯物干すとき数日に一回ド派手な下着が混ざってたので不思議に思って調べました。嘘でしょ。嫁いびりで家事を全部丸投げしたのは失敗でしたね。まさかあんたそれをお父さんに伝えた結果は離婚です。なんてことを。いつか嫁いびりの仕返しをしようと思ってコツコツと証拠を集めてて正解でした。そんなこと目論むなんてとんでもないクズ嫁ね。浮気するようなクズ姑には及びません。なんですって。お父さん、あなたが旅行から戻ったら速攻で叩き出すって言ってましたよ。え？浮気の慰謝料もきっちり請求するそうです。ちょ待って。私たちも新しく住むアパートが決まったのでこれを機に絶縁させてもらいますね。そんなに次々と頭が追いつかないわよ。ああ、勝手に使った私のお金は損害賠償請求しますから。離婚に慰謝料に賠償にてんやわんやで余命どころじゃないわ。それは良かったですね。余命宣告には絶好のタイミングだったみたいで。このクソ余命、闘病生活が始まったらこき使ってやるわ。絶縁の意味分かってます？今後私と夫は一切何もしません。はあ？離婚するお父さんも一切の連絡を絶つそうです。何言ってんの？離婚しても絶縁しても家族は家族でしょ？いえ、家族ではなくなるのが離婚と絶縁です。私が余命わずかで邪魔だから離婚して絶縁するなんて最低よ。余命のせいじゃなく全てあなた自身のせいだってまだわからないんですか？何もかも私が悪いっていうの？その通りです。つまり謝ったらいいのね？はい。ごめんなさい、あかりさん、今までのことは全部謝るわ。だから許してちょうだい。嫌です。なんでよ。そんな薄っぺらい謝罪で許すわけないでしょ。熱意が足りないの？それなら土下座するわ。土下座ほど安いパフォーマンスはないですね。じゃあどうすればいいのよ。どうしたってすでに手遅れです。それならせめてお父さんに離婚しないように言ってよ。なんで私がそんなことを。自分でお願いしてください。私が誠心誠意謝ったら許してくれるかしら？無理でしょうね。あなたがどこで力尽きようと知ったこっちゃないって言ってましたから。そんな。だから言ったでしょ、ひどいことしてたら自分に返ってくるって。そんなこと言わないで、か弱い年寄りを見捨てないで。見捨てます。そこをなんとかね。全力で見捨てます。どうしてよ。
では残り短い余生で地獄に落ちないようにしっかり反省してくださいね。短い余生を一人ぼっちで過ごすなんてこんなのあんまりだわ。後日談。浮気旅行から戻ってきた姑は速攻で家から叩き出され、待ったなしの離婚コース。岐阜は姑と浮気相手に慰謝料を請求し、私も姑へ損害賠償を請求し絶縁しました。その後姑は浮気相手からも見捨てられたそうで、あっという間に一人ぼっちに。貯金もすべて支払いに消え、残ったのは年金のみ。今は安くて粗悪な施設に入り療養中らしいですが、満足な治療は受けられず、ただ虚しく天に召されるのを待っているんだそう。一方私たち夫婦と岐阜はそれぞれで新しい生活を始め、平和に暮らしています。長男の四十九日が終わったらすぐに離婚しなさい。え？長男の嫁は大富豪の娘よ。このまま縁が切れたら困るわ。今から出棺ですよ。変な冗談はやめてください。葬儀が終わってすぐ長男嫁に逃げられる前に話を固めておきたいの。何をわけわかんないこと言ってるんです。次男は残された長男の嫁と再婚させるから。は？そこまで聞くなら教えてあげる。私の考えたストーリーはこうよ。笑えない冗談は聞きたくありません。夫を亡くして悲しみに打ちひしがれる長男嫁のエリコさん。聞かないっつってんのに。そこへやってきたあんたは葬儀の香典を盗もうとし、夫を失ったばかりの彼女にひどい言葉を浴びせる薄汚い魔女だった。そんなことするわけないでしょ。そんな彼女を助けたのが次男の和弘。嫁が悪魔だったと知り愕然とするも、どうにかこうにかしてエリコさんを守りきった。肝心なところが超曖昧ですね。常温放置してカビの生えたカレーみたいな汚い性格の嫁と離婚した和弘、やっと平和が訪れる。魔女は悪魔と来てカレーに行くとは斬新な。その後あんなこんながそんなこんなしてエリコさんと和弘は夫婦になりましたとさ。だから大事なところが曖昧すぎますって。本当は今すぐにでも離婚させたいけど、親戚に悪い噂を広めたりとかいろいろあるから、四十九日までに出ていく準備をしておきなさいね。私は離婚なんてしません。どうして？こうすれば家族みんなハッピーなのに。濡れ衣を着せられて追い出される私はアンハッピーどころの話ではないですけど。あんたは家族に入ってない。前々から好かれてないことを分かってたけど、まさかここまでとは。そんなわけだからエリコさんのためにもおとなしく悪役になりなさい。ふざけないでください。今から出棺って時にこんな話、亡くなったお兄さんの気持ちも考えてくださいよ。この世にいない人間に気を使う必要ある？仮にも自分の息子ですよ。もっと悲しむとかないんですか？葬儀の日までは泣いたわよ。でもいつまでもくよくよしたって仕方ないわ。メリハリが大事なの。薄情なお母さんはそうかもしれませんが、エリコさんだって亡くした夫と似ている和弘と結婚できたら幸せでしょ。彼女はお兄さんの顔が好きで結婚したわけではないと思いますけど。だとしても面影がある人と一緒にいたら恋愛感情が芽生えて全部うまくいくわよ。ありえません。夫だってそういうはずです。あら、和弘はこの計画に賛成してるわよ。え？この計画のことを話したらお母さん天才だなって大喜びしてたんだから。嘘でしょ。早速市役所に離婚届を取りに行っていたわ。和弘と話します。好きにしたら真実にショックを受けて倒れちゃうかもね。ああ、なんならそのままぽっくりいっちゃってもいいわよ。私はユミ、28歳です。32歳の夫和弘とは2年前に結婚しました。義兄とエリコさんが結婚したのは1年前。義母の富子さんは自慢の長男が大富豪の娘を捕まえてきたと小躍りしながら大絶賛し、私は内心引いていました。それからというもの、エリコさんが義実家に立ち寄ると猫なで声ですり寄り、上げ膳据え膳。一方の私には家の掃除をしろ、庭の草むしりも、美味しいご飯を作れ、
と完全に家政婦扱い。最初は数年前に義父を亡くして一人で寂しいんだろうと思い要求に応えていましたが、エリコさんとの扱いの差を見てバカらしくなり疎遠にしていました。しかしまさか義兄が交通事故で亡くなった矢先にこんなことを言い出すなんて。そして私は信じていた夫からも裏切られることになるのです。10分後。今どこ？エリコさんのとこ。え？兄貴がいなくなって大変だろうからいろいろと手伝ってるんだ。エリコさんに頼まれたの？ああ、いや、でも俺はそのうち彼女の夫になるんだから今のうちからしっかりケアしてやらないと。は？母さんから聞いたんだろ計画のこと。アホみたいな計画に乗る気？冗談だよね。薄汚い魔女と縁を切って美人で金持ちの奥さんを手に入れる完璧な計画じゃないか。そんな風に言うなんて、あなた今までも私に不満があったの？いや、まさか。お前とは大学時代に出会ってからずっと気が合うから結婚したんだし。私もそう思ってたけど、恋人と夫婦は違うって言うし、一緒に暮らして嫌なことがあったなら言って。そんなのないって。家事は申し分ないし、料理もうまいし、毎日しょうもない冗談言い合って楽しく暮らしてたよ。それならどうして簡単にエリコさんに乗り換えようとするの？仕方ないだろ、目の前にお前以上の優良な物件が出てきてしまったんだから。何それ？あれだよ、スマホと同じだよ。どういうこと？スマホって別に壊れたわけじゃなくても新機種が出るとついついそれに変えちゃうだろ。つまりそういうこと。私は片落ち嫁だから用済みだって言うの？そうそう、お前は家事スキルと俺と価値観が合うという点で優れているが、エリコさんはそれプラス美人で金持ちというハイスペック嫁なんだ。信じられない。大丈夫だって、お前は一般的に顔は中の上くらいだし、まだギリ20代だから再婚できる可能性もあるだろ。最低。ってことで母さんの計画通りによろしく。あなたがクソ人間ってことはよくわかった。要求通り離婚する。サンキュー。ああ、財産分与はなしで、その代わり今の家には俺たちが住むからお前が出てって。そこ私が独身時代から住んでるマンションなんだけど。確かにお前が買った分譲マンションだけど、結婚したら夫婦の共有財産だろ。え？いや、エリコさんが住んでるところは賃貸だからそっちに引っ越すなんてもったいないじゃん。お前はどっか別の適当なアパートにでも住め。どこまでも勝手な人。もういいわ、好きにすれば。家具家電は新しいの買うから持って行っていいぞ。俺って優しい。どうせエリコさんのお金を当てにしてるんでしょう。高級家具を揃えるのが楽しみだ。ワインセラーを買って昼からワインをたしなむダンディーな男にでもなるかな。ずいぶん浮かれてるようだけど、何もかもがそう簡単にうまくいくとは思わないことね。捨てられ嫁がどんな悪態ついたって惨めに見えるだけだぞ。はいはい、もう何とでもどうぞ。49日が過ぎて、午前中に引っ越しを済ませて離婚届を提出しました。ご近所への根回しも済んでいるし、和弘とエリコさんの婚姻届を出せば完璧ね。そうですね。あとは和弘が病気になったりしないようにいろいろと世話をしてあげないと。これは同居かしら？楽しそうですね。私はこれから和弘を長生きさせるために頑張らないといけないの。心配事の連続よ。そうですか。でも息子より自分の心配しては。え？これからは無職ニートを二人養わないといけないし、生活が大変になりますよ。何わけのわからないこと言ってるの。和弘から何も聞いてないんですか？彼一ヶ月前に上司と揉め事を起こして会社を自主退社したんですよ。笑えない冗談はよして。そんなわけないわ。本当ですよ。私の稼ぎがあるからって転職活動もせず優雅にプータローをしてたんです。嘘おっしゃい。あんたはいつも家にいる専業主婦でしょ。ミーハーなあなたに言うと厄介そうで隠していましたが、私は脚本家です。はい。取材や打ち合わせで外出することはありますが、基本在宅ワークなんですよね。そんなこと言って私をビビらせようったってそうはいかないわよ。では
仮想研究の女、冬のどなたの脚本家を調べてみてください。どれも人気のドラマばかり。まさかそんな、ねえ。調べましたか？坂本由美、あなたの旧姓？本当に？自慢じゃないですが、1話100万円の報酬をいただいているので、ワンクール担当すると1000万近く稼いでいます。1000万？ですので夫の稼ぎがなくても生活できてたんですが、そろそろケツを叩こうと思ってたんですよね。でも和弘は毎月私に20万円の仕送りをしてくれていたのよ。それは私のお金です。結婚前は3万だった仕送りが急に増えた時点でおかしいと思うべきでしたね。てっきり昇進したんだと思ってたのに。残念でしたね。別にいいわよ。こっちには大富豪の娘であるエリコさんがいるんだから、お金には困らないわ。それがそうもいかないんですよね。は？せっかく楽しいネタバラなので、和弘も混ぜてあげましょう。おいおい、なんだよ、今エリコさんの引っ越し準備で忙しいんだけど。婚姻届はもう出した？お前から離婚届を出したって連絡が来て、すぐにエリコさんが出してくれた。結婚おめでとう。そして親子揃ってざまみろ。そんな悪態をつくためにわざわざグループラインをしたのか。性格の悪いやつめ。そんなわけないでしょ。ある事実を教えてあげるためよ。は？私、生前のお兄さんからある相談を受けていたの。兄貴から？結婚した途端にエリコさんの買い物癖が発覚して大変な思いをしてるって。お兄さんの収入がいいからってブランドバッグとか買い漁っていたそうよ。確かに兄貴は一流企業勤めだったし、エリコさんの家にはブランド物ばかりだけど。彼女、お兄さんの給料内に収まらず貯金にまで手を出してたんですって。騙されちゃダメよ。全部この女が適当にでっち上げてるだけなんだから。分かってるよ母さん、そんなはずないし、そもそも兄貴がユミに相談するなんて変だ。何か趣味でも見つければ買い物癖も治るかもしれない。同じ女性としておすすめの趣味とかないかなって相談されてたの。え？いろいろ調べて教えようかと思った矢先にあんなことになっちゃって。嘘よ嘘、こんな女の言うことなんて全部嘘。でもなんか本当っぽく聞こえる。信じられないなら私とお兄さんの LINE のやり取りを見せてあげる。そこまで言うってことは本当？でも仮にそうだとしても心配ないわよ。なんたってエリコさんは実家が超大金持ちなんだもの。それは紛れもない事実ですが、彼女の実家からの援助は期待できませんよ。どうして？これもお兄さんから聞いたのですが、彼女は実家から勘当されてるそうです。え？お兄さんのお給料だけでは満足できず、実家にあった高価なものを勝手に売り払ってお金を調達してたんですって。大富豪なんだから家のもの一つや二つ。その中の一つにお父様の形見の品があったそうです。結婚の顔合わせの時、あちらのお母様、お父様のことを最愛の人だと言っていたから。お母様はカンカンに怒って盗みを働いた上に大切な形見を売るなんて、あなたはもう娘ではありませんとなった次第です。じゃあ今の彼女は？無一文のニート主婦。マジかよ。ちなみにお兄さんは見栄を張ってエリコさんは美人な上に家事も完璧と言ってたけど、それもね。なんだ、もったいぶらずに言え。実際は掃除は畑で埃を舞い上げて終わり、ご飯を洗剤で炊く、食材は何でも強火で丸焦げにするレベルだそうよ。そんなネット上のイカレ女みたいなのが現実に存在してたなんて。片落ち嫁を捨てて手に入れたハイスペックな奥様は随分と初期不良が多いようね。クーリングオフよ。は？エリコさんとは離婚してもう一度ユミさんと結婚しなさい。ああ、俺も今そう思ってた。そうしよう。するわけないだろ。どうして？全てなかったことにして元に戻るだけじゃない。そうだよ、今まで通り暮らそう。あれだけひどいこと言われて追い出されてのこのこ戻るわけないでしょ。
そのことは謝る。だから全てを水に流してやり直そうじゃないか。水に流すは許す側の人間が言うセリフよ。ちなみに私は許さない。いい個人にならないで。私からも謝るから。ごめんなさい。許しません。なんでだよ。当たり前でしょ。どのみちエリコさんは金づるのあんたらを絶対に手放さないだろうから、二人で頑張って養ってあげてね。仕送りもなくなって年金だけでどうしろっていうの。俺なんか無職なのにどうしようもない。あ、そうそう、最後にもう一つおまけ。怖いよ。なんだよ。あんたらが新生活を始めるそのマンション賃貸だから。は？てっきりお前が買ってるもんだと思ってたのに。家賃は30万円、ちゃんと支払いなよ。無理に決まってるだろ。もう実家に住むしかない。母さん頼む。ダメ、同居するからって私の家は売っちゃった。ああ、完全に積んだわ。後日談。あ、そういえば一方的な離婚だから慰謝料請求するっていうのを忘れてたな。でもいきなり弁護士から連絡が来た方がダメージでかそうだし、まあいっか。その後和弘たちはとりあえず富子の年金内で住めるアパートに移住。和弘は生活費を稼ぐためバイトを始めました。しかし湯水のようにお金を使い、勝手に和弘を保証人にして危ないところに借金をするエリコさんに振り回されているそう。和弘はエリコさんと離婚したいそうですが、彼女は断固拒否。今は離婚調停の準備に入っているそうです。ですが四六時中やばい金融機関の人たちから離婚しても逃がさねえぞと囁かれて縮め上がっているんだとか。トミコは全く家事をしないばかりか、部屋を散らかす天才のエリコさんに代わり老体に鞭打ってせっせと家事をしていると聞きました。一方の私はしばらく恋愛も結婚もコリゴリなので、独身貴族として平和に暮らしていきます。仕送りが足りない。来月から倍に増やして。また始まったか。口を開けば金金金。口の中に小銭でも詰めときなよ。嫁の分際でその言葉遣いはなんてことだ。尊敬できる人には敬語使うけど。まあ、なんて生意気なの。こっちは底意地の悪い姑と同居しなくて済むように毎月10万も送金してるの。なのに毎月1万足りない、2万足りないって催促されてたまったもんじゃないんだけど。じゃあ同居する？いや絶対嫌だ。結婚当初義母にやられたことは一生許さないから。その義母って呼ぶのやめろ。お母様でしょ。私にとってのお母さんは世界に一人だけなの。その母さえも侮辱した義母を私は絶対に許せない。私何したっけ。もうろくするの早くない。私が母から譲ってもらった振袖の袖を切ったでしょう。結婚したら振袖なんか切れないんだからいいでしょ。切った部分でポーチでも作った方が母親も喜ぶわよ。娘の成人式に着せてやるのが夢だったのに。また買えばいいでしょう。しかもタンクトップみたいな切り方しやがって。スギちゃんじゃないんだからな。そんなことでいつまでもぐち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 。もう小さい女。母の形見だったのよ。それだけじゃない。私が妊娠した時も性別が女だと分かった途端歩道橋の階段から突き飛ばしたくせに。あれは私がよろけただけ。警察もそれを信じたから逮捕しなかったでしょ。外面の良さと嘘つく能力だけは天才的だもんね。逮捕されればよかったのよ。無事に生まれたからよかったものの出血して大変だったんだから。男も産めないくせに偉そうなこと言うな。女がいなきゃこの世に子孫が残せないでしょうが。男尊女卑もいい加減にしな。私は息子が結婚したら一緒に住むのを楽しみにしてたの。もうあんたみたいなんが嫁に来たせいで台無しだわ。年金ももらってて仕送り10万もしてるんだからおとなしく暮らしててよ。こっちに関わらないで。たった10万の仕送りで偉そうにしないで。どうしようもない嫁だわ。ご不満なら仕送りやめるね。ああいや、今のは売り言葉に買い言葉。ちょっと健太と話して考えるわ。
やめて、10万で我慢するから。ちょいちょいイラッとくる言い方するよね。だって足りないんだもの。健太が一人暮らしの母親を思って出してる金額をたったのっていうような人に払い続けるのが正しいのかよーく考えさせてもらうわ。さあ、そんなこと言わず仲良くやりましょう。自分が不利になるとそうやって媚びへつらうよね。で、時間が経ったらまた悪態ついてくるの。もう振り回されるのも疲れるんだけど。つつましく暮らすからね。何がねーなのかわかんないわ。私はさき、34歳のパート主婦です。結婚7年目で娘が1人います。当初姑のたっての希望で同居していたのですが、3ヶ月で解消しました。数えきれないほどの嫌がらせをされてきました。暴力や暴言は当たり前で、コーヒーには塩、味噌汁には砂糖などなど。夫も注意してくれてたのですが、泣き落としと嘘でごまかすだけ。業を煮やした私が隠しカメラをセットし、録画した動画を見て、夫も同居解消を決めたのです。それは座っている私の後頭部を背後から足で蹴ったものでした。鞭打ちになり数ヶ月通院したほどです。警察に言わなかったのは、娘を犯罪者の孫にしたくなかったから。今思えば警察に突き出しておけばよかったと後悔しています。でも腐っても夫の親、義父が他界し寂しいのは事実だろうし、多少のわがままは多めに見ていたのですが、調子に乗った姑はこの後とんでもないことをして、私の怒りは最高潮に達するのでした。1ヶ月後。足りない、お金が足りない。ねえ、先月した会話もう忘れた？私何か言った？つつましく暮らすって言ったのよね。言ったかしら。娘も小学校入学でいろいろと入り用なの、わかるでしょ。ああ、そういえば親戚からお祝い金を預かってるのよ。使われる前にすぐに取りに行く。誰が残ってると言った？は？もうないわよ。何考えてんの？よーく考えなさい。その子が生まれたのは私という存在があってこそよ。だから私にも使う権利がある。アホなの？あと、あなたのご実家がランドセル買うって言ってたでしょ。それが何？ランドセルはもうこっちで用意したから、現金にしてくれって頼んでおいた。は？用意したって誰が？まさか義母が買ったとか？私が買うわけないじゃない。小学生なんて誰でもなれるものをなんで祝う必要があんのよ。じゃあなんで断ったの？色もデザインも決めてあとは買うだけだったのよ。嫁に渡すとすぐに使うから私が預かると言って20万ほどいただいた。最近のランドセルってなんであんなに高いのかしら。まさか使ってないよね？使った。だから足りないと連絡してるんでしょ、このスカポンタンが。ありえない、怒りで血管切れそう。親戚のお祝いが全部で20万でしょ。あんたの実家が20万でしょ。たったの40万よ。すぐになくなるわ。病院行けば。私は健康よ。いや、脳を見てもらった方がいい。マジでおかしいから。なんてこと言うの。皆さんからの好意をなんで強欲ババアに使われなくちゃいけないのよ。仕方ないでしょ。一体何に使ってるの？関係ないでしょ。ギャンブル？そんなものに使うわけがない。服もバッグもダサいし、ファッションってわけでもなさそうだしな。顔も汚いからエステはありえないし。黙ってりゃ言いたい放題言うわね。じゃあ白状しなさいよ。私は幸せのために意義ある使い方をしてるの。それを言えって言ってんだよ。ダメ、あなたに邪魔されたくないの。まさか男？はあ、それはないか。こんなお化けを相手にする人いるわけないもんな。ちょっと、さっきからバカにしすぎよ。とにかくこれは由々しき問題よ。健太に相談する。やめて、今回は魔が差しただけなの。もうその手には乗らない。何年かかっても返すから。もう終わりよ、覚悟してなさい。数週間後。すみえさん、ご無沙汰してます。あ、今日は義母って呼ばないの？それになんで敬語？え、
だって他人ですもの、敬語を使うのは最低限の礼儀ですよ。やめなさいよ、逆に気持ち悪いわ。お気になさらず。で、早速本題なんですが、仕送りの額上げてくれるの？すみえさんったらご冗談がきつすぎますことよ。じゃあ何よ。あなたが何にお金を使ってたのかやっと判明したんです。え、スカスカ教のお布施ですね。なんで年寄りの後をつけるなんて造作もないことです。心の平穏と世界平和のためよ。お布施をけちれば極楽浄土にはいけないの。ご心配なさらずとも、すみえさんのようなクズ人間は地獄行きが確定してるので、どうせ極楽行きのチケットは手に入りませんよ。うるさい。40年ぶりくらいに学生時代の友達から電話が来てね、今幸せって聞かれてハッとしたの。私って幸せなのかしらって。息子夫婦から毎月10万もらって幸せじゃないはずがないでしょ。お金じゃ幸せは得られないわ。とりあえずお話だけ聞くことにしたの。そうしたらもう涙が止まらなくて。お金にはよどみがたまっているから、なるべくたくさんのお金を手放すことが大事だっていうのよ。そしたらもっと幸せになれるって。アホらしい。あなたも一度話を聞いてみない？スカスカ様のお説法を聞けば、その腐った根性も叩き直してもらえるわよ。結構です。あなたたちが手放した10万を私は毎月教祖様にお渡しして、よどみを消してもらってたの。感謝してほしいくらいだわ。それ詐欺ですよ。なぜわからないんですか？素人はすぐ詐欺というのよ、何も知らないくせに。スカスカ教なんてホームページもなけりゃ、宗教法人としても登録されてないです。スカスカ様はそういう次元にいないの。スカスカ様の正体を教えてあげましょうか？正体は知ってるわ、神の使いよ。違うんです、私の高校の同級生なんですよ。え？昔から口のうまいやつで同級生のお金を騙し取ってばかりいた最低な男です。名前は斉藤隆二。証拠は？会ってきました、スカスカ様の総本山ってところに行って。まあ普通のマンションの一室でしたけど。会えたの？同級生の間ですでに噂は回ってたんですよ。どうも龍二が怪しい宗教をやって年寄りから金を騙し取ってるって。だから龍二を出せと言ったらすぐに通してもらいました。で、スカスカ様はその龍二って人だったの？間違いありません。安っぽい祭壇に偉そうに座ってたけど、あの吊り上がった目にひん曲がった口、クズの龍二でした。でもスカスカ様の言ってたことは確かに私の心に響いたのよ。詐欺師は口がうまく、人の懐に入り込むのが得意なんです。寂しい年寄り騙すなんて朝飯前なんですよ。そんな、さっさとこんなことやめて騙し取ったお金を返せと怒鳴っておきましたが、理解したかどうか。なので警察に通報しました。スカスカ様はどうなるの？さあ捕まるんじゃないですか？なんでよ。あいつから何買いました？壺と水。いくらで？壺は30万、水は1本2000円。たっか。で、なんて言われたんですか？悪霊がついてるから壺と水で除霊してお金を捨てろと。あくどいな。全部嘘ですよ。あいつには霊感なんてこれっぽっちもないし、昔も今もただの悪党なんです。あんな澄んだ目をしてるのに？見る目なさすぎでしょ。あんなに目の濁ったやつこの世にいませんよ。やっと人生の生きがいを見つけたっていうのに、お父さんの遺産も貯金も全部失ったじゃない。どうしてくれんのよ。その時はスカスカ様を信じて救われてたのは事実なんでしょ？だったら自分のせいです。あんたがもっと早く気づいてれば。いやあんたが高校の時にそいつをどうにかしてればこうはなってないはずよ。うわ、私のせいですか？今から行って取り返してくる。私もそう思ってさっき行ってみたんですけど、もぬけの殻でした。逃げられましたね。そんなバカな。それと来月から仕送りはやめます。なんで？
だってもうお布施も必要ないし年金で十分でしょ。ダメ、住むところがなくなるの。どういう意味ですか。多額のお布施を払えばランクの高い極楽に行けると聞いて家を売ってしまったのよ。はあ、もうつける薬もないとはこのことですね。1週間後には家を出なきゃ。そっちに行っていいわよね。絶対嫌です。私が敬語使ってる理由説明しましたよね。もう今日から他人なんですよ私たち。あんたはともかく健太がそんなことするわけない。健太もショック受けてますよ。苦労して捻出してた10万をそんなくだらない詐欺に騙されてたんだって知って。目が覚めたんだからいいでしょ。うちの両親や親戚のお祝いを使ったこと私はどうしても許せません。そういうことを平気でして謝りもしない人とは付き合っていく気がないです。ああ、ごめんなさい。はい、謝った。60年も生きてきて謝罪の仕方もわからないんですね。悪かったと思ってる。これからはつつましく暮らすから。何度も騙されました。もう信じられません。お願いだから見捨てないで。60過ぎても働いてる人はたくさんいます。頑張ってくださいね。面倒見てよ。ああ、うちに来たら警察に通報しますから。ああ、全部スカスカのせいよ。あいつを見つけてお金を取り戻してやる。勝手にやってください。さようなら。後日談。1週間後、家を出る羽目になった義母は住み込みの仕事をどうにか見つけ、スカスカ様ことリュウジを探したそうですが、儲けた金で高飛びでもしたのか消息すらつかめなかったようです。お金も家族も失った義母、反省してお金を少しずつでも返してくるかなと思っていましたが、何の音沙汰もありません。なので私を殴ったり人の金を横取りしたことを証拠を揃えて警察に通報しておきました。健太から聞く限りだと今は逮捕されて裁判中だとのことです。仕事も寮もせっかく見つけたのに残念ですね。こちらからも民事で損害賠償請求をしておきました。どんな形であれ、あんな義母と縁が切れて私はすっきりです。娘のランドセルは希望のものを購入できました。家族3人仲良くやっていきます。あんたみたいな底辺女がサッカー選手と結婚するって聞いて腰が抜けたから治療費払え。なのか、誰に私の LINE 聞いたの。内緒。いきなりどうしたの。高校以来だね。ちょっとマジでびっくりとイライラと嫉妬でどうにかなりそうだから、あんたのこと坊主にしていい。嫌だよ。ありえないでしょ。貞子って呼ばれてた女が結婚するってだけでもありえないのに、相手がサッカー選手だなんて。そうだよね、ちょっとご縁があってこうなっちゃったよ。縁って何よ。あんたみたいな童貞変の女がどうやったら出会えるのよ。うちの会社が彼のチームのスポンサーでね、広報だからシーズン報告会とか呼ばれたりするの。へえ、だからってあんたみたいなゴミダメの住人には声かけないでしょ。私もよくわからないんだけど、上司を経由して食事に誘われて、それからどうせ J3 かなの選手でしょ。いや、一応 J1 だけど。ちっ、マジかよ。どのチームの誰。いや、それはあまり言いたくないっていうか。はあ、マジで生意気すぎて吐きそう。もう選手の奥様気分なわけ。そんなんじゃないよ。あのゴールは私のためのよとか言っちゃうんでしょ。はあ、ムカつくわ。そんなことされたことないよ。ほんとありえない。高校時代からずっとブスで、多分今もブスで、永遠にブスのあんたがなんでそういう奇跡を起こすわけ。私に言われてもわかんない。サッカー選手なんてアナウンサーかモデルと結婚するって決まってるのよ。そういうもんなのかな。あんたみたいなもんはね、日雇い労働者と結婚して1日500円の食費でつつましく暮らしていくべきなの。そんな。そうだ、私を紹介しなさいよ。モデルの友達だって言って。ののかモデルやってるの。やってないけど、やろうと思えばいつでもできるくらいのポテンシャルはあるわ。ああ、やってないんだ。私に会えば絶対にののかちゃんの方がいいなってなると思うのよ。だから早く会わせて。略奪させるためにわざわざ会わせるのはちょっと。略奪じゃないわよ。彼が私を選ぶの。あんたは黙って言うこと聞いてろ。でも彼も忙しいから。
合わせるまで諦めない。断れば泣きを見ることになるわよ。やだよ、泣きたくないよ。連絡待ってるから早くしなさいよ。私はマキです。28歳の OL です。突然高校の同級生のののかから連絡が来て驚きました。高校の時は彼女に嫌な思いをさせられていたので関わらずに生きていきたかったのですが、昔から派手で綺麗で周りに人がいてとにかく目立つ子でした。私は唯一の取り柄の勉強だけしていたって感じです。よく休み時間に本ばかり読んでた子いませんでした？私あれです、久しぶりの連絡でまさか婚約者に会わせろと言ってくるとは。会わせる理由もないのでしばらく無視していたのですが、しびれを切らしたののかはとんでもない行動に出たのでした。この私を1ヶ月も待たせるなんて、この世の終わりを覚悟したと受け取っていいのね？会わせろって本気で言ってたの？本気で怒らせてしまったようね。あ、ごめん。でもやっぱり会わせる理由がないよ。彼もシーズン中で忙しいから。マンションの集合ポスト見てみろ。え？早く見に行け。ひどい。コールタールと接着剤と秘密の素材を混ぜて作った特製ネバネバブラックボンバーよ。簡単には取れないわよ。なんでこんなことするの？郵便物もパンになってる。あんたが嫌いだから。その嫌いなあんたが私の彼を奪おうとしてるから。奪うって会ったことないでしょ。顔も名前も知らないのにどうしてそこまで入れ込めるの？絶対にイケメンに決まってる。私はサッカー選手が夫というステータスを手に入れたいの。他当たってよ。サッカー選手は他にもたくさんいるよ。ののかくらい綺麗ならきっと。アホね、そんなの当たり前でしょ。あんたがそのステータスを手にしたことが許せないのよ。どうして私なんかに対抗するのかな。昔から相手にしてなかったでしょ。あんた成績だけは良かったでしょ。それでドヤ顔してたよね。してないよ。私に唯一ないもの、それは頭脳よ。だからあんたが憎いの。こればかりは。次はポストじゃ済まないわよ。あんたをブラックボンバーまみれにしてやってもいいんだけど。真っ黒な花嫁最高ね。お願いやめて。じゃ早く会わせて。相談してみる。余計なこと言ったら家中にブラックボンバーを。ああ、わかった。だから絶対やめて。じゃ、3日以内に寄ろう。そんな。次待たせたら。わかったわ。ほら、私の言った通り。うん。やっぱり男は美しい女がいいのよ。あんなに華麗に乗り換える瞬間初めて見たわ。だね。ってことで、私が彼と結婚する。悲しいな。誰かが持てば誰かは持てない。これは自然の摂理なのよ。頑張って。うるさいわね。あんたみたいなロバ顔の女のアドバイスなんかいらないのよ。ごめん。早速今日は彼にご飯作るの。特製カレーにしようと思うわ。彼に聞いてみよっと。そっか。ねえ、ありえないんだけど。どうした？彼にカレーでいいか聞いたらカレーだけ出して終わりなんて思ってないよね。だってそりゃ栄養とか考えなきゃ。最低でも5品ぐらいは。ありえない。タンパク質中心に15品は頼むって LINE 来た。タンパク質って何？たくさん栄養取らないといけないから。うん、頑張って。うるさい、言われなくてもやるわよ。そっか。じゃあさよなら。結婚式は呼んであげるわ。うん。へえ、来るんだ。行くよ。今夜はハンカチでも噛み締めながら寝なさいよ。そうする。あれでよかったのか？うん、付き合うふりなんて変なこと頼んでごめんね。いいんだけど、3日も持たなかったよ。早めに値を上げてくれてよかった。しかしマキも大変だな。変な同級生に粘着されて。もうこれで近づかないと思う。どうして？ああいうタイプはさ、人から捨てられたり裏切られたりすると執着するんだけど、自分が捨てたものには執着しないのよ。へえ、そういうもんか。今回のように自分から諦めたんならもう二度と連絡してこないと思う。むしろ私に同情すらしてくるかも。俺もちょっとやりすぎちゃったからな。15品って。でもカズくんの食事の管理は奥さんになる人の務めだと思うよ。そう言ってくれるとありがたいよ。
私も15品はさすがに無理だけど、できる範囲で頑張るよ。俺はマキがいてくれたらそれでいいよ。カズくん、ありがとう。いい奥さんになるね。ごめん、ちょっといいかな。あんたよくもあんな小うるさい男紹介してくれたわね。ご飯作るの大変だったみたいね。ほんと15品って何考えてんのかしら。最後はデパ地下で買ってきたけど、あんなの毎日は無理。こっちから捨ててやったわ。そんなことよりさ、集合ポストの件なんだけど、全額弁償してもらえるかな。は？管理人さんにすごく怒られて、あれごと全部取り替えることになったんだ。公費含めて100万円。嘘。私が払う必要ないもんね。私ブラックボンバーで汚してないし。ふっ、私がやったって証拠ないでしょ。普通あるよね、マンションのエントランスって。あ、防犯カメラ？もう管理会社が警察にも通報してる。嘘、今すぐやめて。もう遅いよ。私の住所も何も知らないでしょ。同級生に聞いた。お前、ついでにある情報も聞いたよ。何？結婚してたんだね。誰だよ言ったの。内緒。次の人が見つかったら離婚する予定だったの。それで同級生の旦那さんに片っ端から手出してるんだ。誰が言ったの。内緒。でもみんな怒ってたよ。噂も広まって誰もののかとは会わないようにしてるって。この私がはぶられるなんてあんたのせいよ。自分のせいだよ。私は人の旦那さんや婚約者に手を出したりしてないもん。ポストも汚してないし。とりあえずポストの交換は済んでるから、早く100万払ってね。いやよ。断るんだ。あんたが悪いからいたずらしたの。自分のせいでしょ。旦那さんはなんて言うかな。は？まさか同級生の聖夜と結婚してたなんて知らなかったよ。なんであんたに言わなきゃならないのよ。聖夜は生徒会長もやってたし、すごく真面目だったよね。今でもそんな感じっぽいね。ぽいってあったの？うん、同級生が連絡先教えてくれたから少しお茶してきたよ。嘘でしょ。すごく怒ってたけど、なぜか聖夜が一生懸命謝ってくれたよ。まずい、家を出なきゃ。なんで？あいつ外面はいいけど、家じゃ亭主関白を10人集めてギュッとしてくらい関白野郎で、もう怖いったらないのよ。へえ、意外。なんでバラすのよ。バレたくないなら、なんで同級生の旦那さんなんかに手出したりしたの。それこそすぐバレるじゃん。東大元暮らしよ。いや、それはちょっと違うと思う。聖夜もとっくに知ってたみたいだし。嘘。私には離婚するって言ってた。金もきっちり払わせるって約束してくれたよ。まずい。あと何人か浮気の証拠も掴んでるから、慰謝料たんまり取ってやるとか言ってたな。なんかこれから大変そうだね。どうしよう。なあ、んた金持ちだよね。旦那がサッカー選手なら。まだ旦那さんじゃないよ。金よこせ。まさに今私がよこせと言ってるのだけど。じゃあ貸せ。ごめん、お金の貸し借りはしないようにしてるんだ。今は例外、友達が困ってるのよ。ののかを友達だと思ったことは一度もないんだ。そんな、高校の時焼きそばパンおごってあげたじゃん。私に買いに行かせたけど、他の人からパクったから余ってくれただけでしょ。知ってるよ、細かいことを。やられた方は忘れないもんだよ。なんだっけ、ポスト代に警察に慰謝料に離婚に。うわー、もう頭の中がこんがらがる。まあゆっくり整理して頑張って立ち向かってください。最後までムカつく女ね。だからうちら友達になれないんだよ。よかった。何もかも失った。終わりだ。ホイッスルが鳴るまでは試合中だよ。まだ終わってないよ。どうしよう、人生最高に絶望してるわ。私は今人生最高に幸せ。じゃあブロックするね。バイバイ。その後警察に呼び出されたののかは、必ず弁償するということで厳重注意で済んだそうです。当然すぐに離婚。ポスト代や浮気の慰謝料を借金したため、返済のため朝から深夜まで働いているそう。私は彼のシーズンが終わるのを待ち、無事結婚式を挙げました。
たくさんの人に祝福されて幸せなひとときでした。今季は優勝できなかったけど、次の優勝を目指して全力でサポートしていきたいと思っています。